they first knew. So what's it gonna be? The captain of the world, the street fighter 3. The third chapter, so what's it gonna be? The first strike, you're on the street fighter 3. はい、それでは2019年になるんですね、第17回のクープレーションカップ二次予選、でマイクの方が私あの F と申します。よろしくお願いします。はい、私新田の方でやらせていただきます。よろしくお願いします。はい、で二次予選、ですが、こちら出る方ですね、みんな一次予選を勝ち上がった強豪ばかりということで、まあ、いろんな見どころあると思いますんで、見てる方、また出る方、まあ、応援もですね声かけて楽しんでいってください。はい、それでは二次予選開始します。皆さん盛り上がっていきましょう。盛り上がっていきましょう。はい、で第0回戦になるんですかね、の方が筐体が3番筐体、1P 側202歳肉が落ちなくなってきました。肉が落ちなくなってきました。なるほどですね。 2P 筐体がスクランブルエッグで、先方がチェムルさんの誠対ミスター三上さんのオロで始めていきます。よろしくお願いします。誠オロですね。さあ、これまずチーム内容としては、202歳肉が落ちなくなってきましたは、合計の年の年齢ですかね。総合年齢が202歳と、はい、いうことだと思います。いきなりこの反応がもしかしたら悪くなってる可能性もあるんですが、ここまで来るってことは相当強豪が集まってるチームとなります。そうですね、バランスよく皆さんがちょっと補ってる形で勝ってきてる方だと思うの で、ね、ここでいい形で中盤コンボ、これがゲージとうまくいけばガード不能が重なるとガード不能ですね、これ、はい。さあこれゲージが溜まりましたので、お、甘えずもう一回ゲージ入って成功すれば、そうですね、勝ちとなります。そうですね、誠はやっぱちょっと当たり判定が広くて、あれが重なりやすいってところがあるん で、ね、なかなか抜けるのが難しいっていうキャラとしてはハマりやすいキャラですね。さあただ、誠側の聖中も溜まってますので、次2ラウンドですね、どう試合を展開していくかになります。はい、やっぱり N 投げ、まあ、ニュートラル投げとかもちょっと食らえなかったりもするの で、ね、そこもケアしながら誠が、触っていかなければなというところだと思うんですけれども、追い打ちでジャックチェスト、うまいですね。ただこの投げから、ただこれ画面端が近い、ここ受け身を見せるとはまってしまいます。さあここでゲージが溜まったので、これでうまく成功すれば、あ、そうですね、めくり中継、これがまたガード、もしくはブロが結構難しい状況になってしまうので、なかなか難しいですね。はい、これで初戦が、はい、2P 側のスクランブルエッグのミスター三上さんの方が初戦が勝ちとなります。はい、さあ次は誰が出てくるんですかね。誠、オロに対してはユディアンを選択。ユディアン、アナゴさんですね。アナゴさん、ユディアン、レジェンドプレイヤーです。そう、僕もね、お名前をちょっと拝見したことがあるんですけれども、なかなかちょっとプレーはまだまだ見たことないですね。そうですね、最近のプレイヤーというよりもかなりの強豪の昔の方ですね。そうですよね、あの聞くところによると、肘キャンセル、あ、EX セット肘キャンセルエイジスを開発した、あ、そうなんですか、フライングアナゴスペシャルのパイオニアだと。アナゴスペシャルの、そうです、技がついてるのアナゴさんですね。あのアナゴさんのようです。さあこれはどんなコンボが繰り広げられるのか楽しみです。さあまずはユリアン側ゲージためですね。ここで後ろ投げが入って、うまく逃げましたね。まあハイジャンプが高いから結構逃げやすいかもしれないですね、ボロ側も。そこをどう、うまい、ブロタックル、あ、バックステが早い、バックステが早い、あれ鏡当たんないですね、当たんないですね。あ、両者ブロがうまい。ここはたまらず発動、エイジスに対して今度は玉でうまい、あ、お互い対処がうまいですね。うまいですね、よく画面を見てみる、見ていると、おっと、はまらなかった、これは、はまると思ったんですけどね、今立ちガード、中段は立ってて、そう、あのバックダッシュがね、早いんですよね、オロは。うまい、うまい、ここは壁があるんで、はい、逃がさない、弱壁、あの、すぐに張ると逃げられるんでね、うまっと、しっかりガードしたが、テリブルが、さあ、立ってしまう、勝負強いですね、アナゴさん。いや、強いですね。さあ、ゲージの方はユリアンが1本で、オロは半分ですかね。ただ、中盤が1回当たると一気にオロはゲージが溜まるので。そうです、あのループするだけで 1.5 本ぐらいはまあ、溜まるんじゃないかなっていうのがあるので。1本ちょっとあったら、ループしたらもう即死っていう連携を持ってます。なかなか、ひりついた試合になっちゃう、やっぱりオロ戦は。さあ、EX 玉で近づいて画面を押して後ろに投げる。色投げも広いですよね。広いですね。立ち台系で移動するんですけど、結構な距離移動するんですよ。
ただまあ中盤があるんでね、なかなか投げ抜け押すのも怖いですし、うん、思ってもないところからやっぱ投げられたりもするんで、意識するのがなかなか難しいのかなと思います。さあこれは面白い当たり方でちゃんと拾っていく。タックレイズしっかりケアしてる。リーブが取って虹 EX タックル。さあ高いダメージ重視のコンボ。さあ沖縄め投げて投げて、ここはちゃんと逃げる、うん、お互い慎重になる。 EX21 人おーっぶっ込んでいく。スタシゲダンが通る。ここははまる。うまいですね。状況すごい勝負強いですね。状況判断が完璧ですね。あ、これで1-1ですね。ゲージも大体5分ぐらいになるんですかね、うん、そうですね。お互い何食らっても絶対すぐに1本はたまるんで、ここは後ろ投げ、やはり移動投げが距離が長いですね。弾掘って弾掘って、うわすごいマッシュ前ブロー。ダッシュした時にちゃんと弾を見ているんですかね。鏡を使って画面を、ちゃんと前はそうだ、逃げやすいんですよね、オロは。なんかもうお互いが SA を使って画面を押すゲームみたいな。そうですね。後ろに投げて、ここは弾らず、弱の弾を投げる、はい、ここは牽制ですね。画面押せればいいやっていう考えなんでしょう、ね、ただオロ側がちょっとゲージがないので、ユリアン側 1.5 本あります。まだまだ全然何が起こるかわからないのがサードストライクなんで。さあここで起き止めよう。前ブロー前ブロー PG。 これはゲージがある。これはもしかして殿下の方とフライングアナックル EX セットした、ね、タックル起き止めは投げを選択。勝負強い。勝ったのはアナコさん。いや見れましたね。見れました。あれです。あれですね、あれがかの有名なフライングアナゴスペシャル。いろんな方に食らって苦い顔してたんですが、そうですね、アナゴさんが発明したんですね。そうですそうです。なかなか防ぎにくい選択肢です。いやもう少し後でやってほしかった。まあまあまあ見れたから、今見れたんで、そうです、本人がやってることに意味がありました。さあ、次がスクランブルの方が剣なんで、松田っちょさんですね。松田っちょさん、超松田っちょさんの剣ですね。超松田っちょさんです。はい。両方赤いですね。赤いですね。ここはお互い慎重にゲージを貯めて牽制を振っていく。一応タチチューパンに相性がいいのが、まあ円台パン、はい、なので、まあ、殴れたらいいかなぐらいで多分剣は振ってると思うんですけど、あれ強いんですよね。あ、強いですね。ただ最初はお互いゲージを貯めながら様子を見ながら少しずつ貯めて、そこでヘッドで発動して、うわ鏡の位置が完璧ですね。やっぱり当ててゲージ貯めてる分、そうですね、ユリアンの方がね、早くゲージが溜まれますね。速い、展開が速い。10台、リバース10台ガードしてる。両者落ち着いてる。前投げが通ってしまう。すかし投げですね。影縫い状態になって後ろ下がれなくなっちゃうんですよね。そうですよね。さあ、ダッシュ投げ速い。タックル、しっかりかかん中央信頼。ここは PA 押して置き、PA 押して置き攻め。ヘッドで暴れて、ここで今ね、もう約2本あるこのゲージをどう運用していくかですね。そうですね、お互いやっぱ、ゲージを使ってというか、まあ、ユリアン側は特になんですけどね。あ、うまい、うまい、うまいですね。あれヘッドでフォローしてるのに対してそれを見てバックジャンプ強化。さあ、大 K の攪拌は、しっかり中和信頼。ここはまあ剣がちょっと落ち着いて、そうですね、ゲージを貯めつつっていうところですかね。うまい、なんとかファン。あ、よく見てますね。ここはさあ、ここで張っていく、押していく。おっと、ちゃんとダッシュに反応して後ろ投げをしっかり選択。ただまあ2本あったんでね、あそこが通れば、そうですね、蘇ってしまえばあんなの一瞬で消えると思うんで。さあ、これ大きいのが入って中小流、ちゃんと中小流してます。ここはただまあお互い、1ラウンド取っているゲージもあるという状況なので、しっかりちょっと落ち着いて、おお、うまい、大きいですね。うまい、遅らせ中台から EX 波動からの PA で攻撃力を上げて置き攻め。まだまだユリアンの怖いところはね、まだこっからがね、何も食らえないっていう状況がやっぱりあるんで、うまい。ただ松橋さん、すごい冷静ですね。おお、当て投げ、当て投げ、あの体力で投げはなかなか抜けれないですね。そうですね。さあ、ここで、時報対時報で、スクランブルエップの松田っちょさんが勝ちまして、はい、そうかな、次はスクランブルエップ。
スクランブルエッグさんは時報ですね。スクランブルエッグチームは時報で、対する202歳肉が落ちなくなってきましたチームが、これは藤原ダットリーですかね。藤原さん、藤原ダットリーですね。さあ、一時期 YouTube で、ね、暴力で入れるとこの人の名前が出てくるっていうね。そうです、本人ちょっと悩んでましたからねすごいレジェンドプレイヤーですが、ただやり込んでますね今年。めちゃくちゃいましたね、はい、どこにでもいましたどこ歩いても藤原さんでしょ。さあ、対空ちゃんとマシンガン仕込んで、まあ、藤原さん代名詞としてはロケッパですよね。そうですね、ロケッパと、よく見るターゲット系の、ターゲット系、あとはターゲット確認、見物ですね、はい。ただ松田っちょ剣が、そうですね、立ち回りが非常にうまい、うまい、あのバックダッシュはほんとうまいですね。さあ、立ち台パーク結構有効なんですが、ただスカルトやっぱ差し返しもあるんで、なかなかフルタイミング、あー、すかしで下段が入ってる、欲望ですね。バラ投げで、もう昇竜で暴れて、松田っちょさんも負けてない、わー、バラジャン投げ、プレッシャーがそうですからね、やっぱ上が強い分、ね、上が強くてスカシギダンもある中で飛びも速いんでなかなか抜けづらい。さあ、ただあお互い全然いい勝負してますね。そうですね、中盤で当て投げ、エンドダイバン、うまいですね。あれが飛び上がりのね、ところに当たりやすいんで、ダットリーは。まだ、でもそう、こういう風に噛み合ってしまうこともあるので、なかなか使いどころが難しいエンドダイバン、バラ投げて、あ、今すごいですね、ブロラレフォローで回してるところを読んでガードしてる、回ってますね、読み合いが、はい、こういうところがやっぱサードストライク面白いところですよね。面白いですね。さあ、ここでさあ、波動拳を使って髪の毛を押し込めて1対1、飛ばせない。さあ、1ラウンド目と同じく下風呂からコンボが高い、ただゲージがないので単発になるが、体力がこけていく、コンボが高いが暴れましたね。赤黒中小竜神雷、置き攻めは投げて後ろだけ、高めジャンプだけ、あーっと、暴れのパンチがね、あの大パンが強いんですよ、速くて判定強くて SA キャンセルもできるんでね、そこまでフォローした上で、ブロッキング狙いかなきゃいけないので、そうですね。では今勝ったのが、藤原ダットリー、はい、なのでこれはお互いに次は誰だ、それで誰が出てきますかね。残るは202歳肉が落ちくなってきましたの方が藤原ダットリー、両チン、影地さん、影地さん、なるほど、スクランベックさんのがコープンさん、マイケルス、これコープンさんですね、いぶきなので、さあ、やっぱりダットリーのいぶきっていうのが定説なんですかね。まあ、そう、最近はそうですね、いけるっていう風な風潮になってます。実際自分もダットリー使ってるんですけど、はい、厳しいですか。それはもちろんブロレバー攻撃力ってのはあるんですけど、的を絞らせないのと非常に技がいやらしいのが揃ってるんで、そうですね、なんか盆栄とかやっぱりそう相性がいいんですよね。判定も強くて一応空中ヒットになっちゃったりもするので、あとゲージを使うんですが、あの霞含めた絶対置き攻め拒否ができるんで、はいはいはい、でもよく見てくださいこれ、はい、SA がまさかの霞ではないぞこれ鎧同士ですよね多分、はい、うまい、なのに鎧を通さなくてもダットリが溶けていく。こうなると逆に火力がすごい出るんでね、1回の、そうですね、怖いですよね、霞がけの後の飲み合いも面白くなります。すごいですね、前歩いてる時に膝を置いてますね、全部。なんかいぶき使いって僕、いろんな人見てるんですけど、うん、めちゃくちゃ画面見てますよね、やっぱり画面見てます、めちゃくちゃ見てます。求められるものがすごい高いんでしょうね。そうですよね、そんな中で、ただでさえこの早い展開の中でそういった、正しい選択肢を、押していくっていうのはやっぱいぶき使い強いところですよね。おっと、あー惜しいです、あれ確認はできるんですが、ちょっと距離ですかね。あ、これはうわー減りますね、減る、あ、しかもセットプレーみたいな感じで置き攻めいけるんですね。下くぐって後ろから近距離台形、あれがきついです、歩きが速いんでくぐられやすくて、ね、対空で当たるとあそこからループするので、あ、そうなんですね。はい、今勝ったのがコープンさんなので、さあ、これで副賞ですね、副賞がリョーチンさんのレミ、もうまさにレジェンドですよね。あ、そうなんですね、はい、自分もちょっと名前は存じ上げてるんですけれども、なかなかプレイしてるところは見れなくてですね、
去年も確か漁師さん出られてて、自分の記憶だとプレーオフでかなり上まで上がってた印象です、ね、マジっすか。レミーですよ。去年はなんかレミーの年みたいなとこもあったんですけど、そうですね、いろいろやっぱドラマがありましたね、はい、あー読まれてトッソエル、あれがしゃがみぐらいになっちゃうんですよね。うわうまいな、うまい、集中力が途切れない武器。コープンさんすごいっすね。コープンさんすごいっすね。全然飛ばないんですよ。もう地上だけでさばきる。確かにそうかもしれないです。あ、SA 変わってますね。そうですね。さすがにってところあるんですかね。はい、なんだろやっぱり息吹って上からちょっとやっぱり散らしてっていうところあるんですけど。そうですね。まあ、区内はやっぱあって強いんで。うん、だから地上に張り付いてますね。空対空ぐらいしかしてないイメージがあります。うまい。強軽度落としてるんですかあれもっかい。投げてこれは移動ですかね。ガードさして、うわーリープが高いですね。うまい、あのコパがね長いから強いんですよね持続が。ここはたまらず離してくる。グラップ、壊し下空。さあゲージターゲット、お互いでもゲージ状況はいいんでね、はい、おっとターゲット。さあただイヌキはねスタンチ高いんでね、ガードが硬いレミ。あーっとちゃんと上を見ている。ガード硬くて、もうここだってところで EX サーマーですね。ですね。さあここで 1-1。 ただゲージ状況、伊吹側が非常にいい状況だと思います。ここはまあ1本入っていったところですね。そうですね、これ安定でダメージ奪えるので、やっぱ上手い人見てるとハラハラしますね。そうですね、何が起きるかわからない。当てていく、うまい。おっと今すら潰しましたね。潰しましたね。多彩にターゲットを使って端に追いやるが、いけますね。さあ画面を押す第一無事当てて、おーこれはおっと引っかかってしまう。上は通さない。少し全部、おーっと全部当たる。なんだこのイエクス勝利のセンスは、うん、さあただここでおっと、おジリジリしてしまう。対策なんですかね。ドキドキしますね、この戦い、はい、上から区内を投げる、落ち着いている、ちゃんと両者上を見ている。ですね、あっとタイミングですね。それちょっと早く参れちゃったんですかね。そうですね、いやすごい面白い試合でした。はい、今どうで勝ったのはコープンさんの息吹。さあ最後大将がハゲッチダットリ。大将カゲッチさん、ハゲッチさんです。あ、カゲッチさんピンクなんですね。そうですね、カゲッチさん。あ、またやっぱあれ SA が戻りましたね。ダッドリーにはあれなんですね、鎧なんでしょうね、はい、さあ上からかぶさって、おーうまい、見てますね、はい、あうまいですね、あれ対策ですね。あ、そうなんですね、あれ対策なんですね、はい、一応読み合いはあるんですけど。なるほどなるほど。両者画面を見ている。結構ダッドリーって空中技を出すタイミングでかなり的絞りづらいんですけどね。そうですね、そこは落ち着いて対応しているコープの行方。さあこれお互いゲージを貯めて、それもう何もボタン押さないですね、コープさん。ジリジリして、相性がいいですね、やっぱ凡勝。さあこれどうしよう、おっと、ぶっとい選択肢をぶっ壊しにいった。いや、いいですね、いいですね、首折り。お前レバーニュートラルなんだろうと。いや、いいですね。あれをやっぱ押せるのはすごいですよ。あれはすごい、大会であれができるって。すごいな、上が通らない。赤風呂もうまい、すごいな、ラッシュ見てからも。ただ影さんも読み合ってる。ガーッと当たって、カニはしっかりガード。まさかの、まさかの大空で使う透かし飛び読みの、散々落とされてましたからね。おろしですか、おろしじゃないな、ごめんなさい、鎧押しですね。すごいな、ああいう使い方もあるんですね。あれも確定ですもんね。そうですね、伊吹はやっぱり対空もやっぱ強いんで、ああいうところの読み合いで勝っていくのは素晴らしいです。これで、
3番兄弟ですかね、の0回戦に当たるんですが、スクランブルエクさんの方の、勝ちとなります。はい、続きまして今どこやってんだろう、2番兄弟ですかね。はい、ありがとうございます。2番筐体移していただいて、これが HP 側がびっくりするほどユートピア、あ、はい、今出てるのがドラマーさんの竜、で、2P 側の方が優勝候補ヒットですね、ファイブモンスター、こちらの翔雲ですかね。こちら今翔雲の方が先方で、ドラマーさんがこちら今中堅となります。落ち着いて投げて、まあ、翔さんといえばもう知ってる方多数おられると思うんですが、非常にコンボの高いもう S ランクです ね、 そうですね、僕も S でいいと思ってます。上位筆頭のユン使いです。上も見てます ね、 ね。さあでもドラマーさんの竜もですね、あの最近すごいメキメキと成長してる方で、まあ、ニュートンでやられてる方なんですけど ね、 そうですね、うん、非常に有望な竜使いです。ちょっと希少なので、さあ中盤にしっかり落として、翔さんがうまい、うまいですね。あれ手前で止まるんでね、どうしても下を押したくなるとこで下ブロー。さあこれで、次が副将になるんですかね、じゃあ大将かな、そうですね、うん、副将ですね。はあ、じゃあこれがいぶきテールブさんですかね、うん、さあ、昨日のプレもですね、決勝がいぶき対ユンということでね、いぶきテールブさんって、はい、まあ、申し訳ないですけど名前しか存じ上げなかったんですけど、正直テールブなのかいぶきなのか分かんなかった。分かんないですねこれもしかしたら全然違うキャラの可能性もありえますね。ただ見てる限りだと、はい、いぶきですね。さあで1回目の幻影陣で回収してダメージを奪って、しかしですね、体力にそこまで差がなくて、うん、ですね、ゲージ状況もいいので、おっと、これてしまう、あーすごいですね、今の反撃の判断はすごいと思います。幻影までつながるコンボが多分あれしかなかったんじゃないかな。そうですね、ただ SHO ユンはコンボが非常に高いと、定評のあるユンなので、さあちょっと反撃なかなか難しいんですけど、ゼッショ、そうですね、しっかり最大入れていく、硬いですね。やっぱいぶき使い地上に張り付きますね、うん、ですね、うん、もっと上からちょっと行くのかなっていう印象も結構あった。あ、うまい、今のうまいです ね、 あれね、入るんですね、ちょっと歩かないと、へー、近距離中継か、そうです、ああいうとこ絶対翔さんミスんないですからね、妥協もしませんしね、うん、あー、ここぐらいしちゃって、これで翔選手の方の勝ち で、 そうですね、びっくりするユートピアが最後、大将が、大将ですね、ヤマ12、大将ヤマ12ただ数々の実績を残しているこの12、12と思って戦うとマジで強いです。そうですねやっぱり過酷な環境下で磨き上げてきた牙が、そうですね、このとっておきの日に向くのか、もう非常にコアコアの精度とかものすごいですからね、コアコア SA やってきますか、はい、あと相手のダッシュ見てから小足当てたりとか、ほんと画面をよく見てるプレイヤーです。さあこれで、さあ1回目の幻影陣、おっと、大剣、うまい、あとちゃんとして、あ、これを安くうまく済ませたんだね、絶賞打っていく強気ですね、翔さん、やっぱりそのゲージがない以上はあまり痛いものをもらわないっていうところで引っかかったらいいなっていうのがあるかもしれないですね。うまい、さあ画面端連れてって、無理に攻めない、おっと、トゥエルブで端を固めている、おお、うまい、大きいが素晴らしい、ただ SHO ユンがコンボが高すぎる、小足当たったらそのまま大パンループまで持っていけるとかもすごい、まさか帰ってこないと思わないですよね、あれはね、はい、まだ残るって思っちゃいますよね最初、うん、大剣で差し返す、がもう絶勝はブロー、おっと、後ろ投げ、前方転身から2勝、しっかりですね、爆勢、ま、早い、うまいですね、垂直大パンで、
わあ歩き投げ、手前にはちゃんと歩き投げ、うん、あ、雷撃対策なんですかね、垂直ダイバー。どうなんでしょうね、なかなかちょっと難しいと思うんで。うまい、おっと、なるほど、うますぎる対空 EX。 さあここで1-1、なんと翔さんに勝てるデュエルっているんですねあ、やはりうまい、あれもやっぱちょっと難しいのかな。さあそうですね、最大がゲージがなければもしかしたら投げなのかもしれません。投げなのかもしれないですね。ここはゲージを発動、発動してめくりを、でもあれガード、そうなんですよ、すごいですよね、あの早い展開で。さあ大勝負かけた、大きな当たって、あーっと、美味しい、美味しい。さてここはじりじりする、じりじりと、あーなるほど、ジャンプダイパンの判定が強い、強いですね。ただやっぱ山さんすごいですね。はい、追い込みましたからね、追い込みましたね。さあこれで2番筐体1回戦ファイブモンスター対ビッグロスのユートピアは、あー勝5盾で、勝利となります。続きましては、はい、じゃあ行きましょうか。うん、したら、3番筐体1回戦目ですね、はい、まだお願いします。今先方のエレマなんで、あ、まずごめんなさい、天下太平、対チーム対ブラリレジャランの旅、はい、これが先方で、俺さんのエレナかな。そうです、ブラリレジャランの旅が俺さんのエレナで先方で出てます。はい、対するはですね、今がちょっと終わったのか、うん、ちょうど終わったんで、さんさんエレナ勝った、はい。さあ次が中堅になるのか、うん、中堅になりますね。天下太平が中堅、ブラジルジャランタビがまだ先方ですね。おっ、これはあれか、非常に辛いのではないかと。だって行くってことは若返るさん自信あるんだと思います。そうですね、若返るさんこうじりじりアルミ寄ってくのがすごい得意なプレイヤーなんで、そうそう、とても丁寧なプレイスタイルで、はい、時折やっぱりぶっ込んだりももちろんするんですけど、そのオンオフがすごい上手なプレイヤーですね。やっぱ巷ではなかなか厳しいと言われているカードではあるんですけれども、はい、ここはアレックス使いの努力でカバーしますよと。おー、ジャンプ強肩当てて、ただやはりヒーリングですね。そうですね、さああれが強いんですよね、スカッシー投げが、ヒーナー、さあ大きいの入って大パン埋めていく、ちゃんと見てます。さあここで昇竜当ててヒーリング、ただまだ画面端はですねキープしてますんで、ここからジリジリ、ね、無理しないですね。飛びは落とす、あーっと引っかかってしまう、うまい、あの距離でもう絶対画面端から逃がさないっていう立ち回りですね。やっぱ端攻めはやっぱ強いですよね。強いですね、歩く端だけはほんと強いです。さあこれでゲージの方がマックスになる赤ガエル選手、ゲージを使わずにあの1ラウンド取れたのは非常にいい流れかなと。すごい大きいですね。さあこれで EX エルボ当てて、うまいですね、距離の取り方がほんとうまいですね。あれ当たんないんですよね。あーしょうがない、 EX 難しいですからねこの技。さあただこれでヒーリングの方もたまったので、さあこれうまいっすね、あそこも投げますもんね。ここでヒーリングすごい回復しますね、はい、ただここでまた画面端の方にじり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 押していって、ゲージあるんでね、赤ガエルさんのゲージ管理が非常にうまくて、非常にうまい、あとあの垂直すごいうまいですね。そうですね、あのなんかエレナの気持ちをやっぱ分かって垂直で置いてるイメージが、はい、今ジャンプは空対空で落とされてたんで、そろそろ走りたいでしょっていうところで、ただこれでバックジャンプ大パンかな、やって1対1となります。ゲージの方がアレックの方がマックス、ヒーリングが今8割ぐらいですかね。さあここでまたもうあの距離を徹底して保ってますね、赤ガエルさん。ナイスガード、あれをクラッチアウトで一気に画面端、おお、ちゃんと2段ブロール、あーと読みが冴えてる、もうここぞとばかりに攻めましたね今。ただねやっぱゲージがいっぱい、そうですね、あの赤ガエルさん側にあるので、ここはちょっとふんだんに使っていると、ちゃんと下仕込んでますな、これ。あーっとうまい、なんかお互いとても気まずいような距離調整というか、うまかった。ここでまあジャンプダイパンが刺さってしまう、
さあこれで赤ガエルさんが勝利となります。ね、さあこれでブライレジャーランタビが次時報になります。時報が Welcome to the world. どなたが出られるでしょう。豪気だ、豪気だ、 DK さんですかね。そうですね、おそらくまあ色からしてもこれは DK さんの豪気になるのかなと、はい、DK さんもこれもフルからやられてるプレイヤーでですね、かなり低調な豪気です。あ、そうなんですね、はい。さあ、待ってても、これ見た目はやっぱり豪気有利に見えるんですが、やっぱ機動力が高い分、はい、ちょっといろいろ散らしながらやっていくのかなと思うんですけども、1回捕まえた時の火力、あと画面端のループ性ですね。そうですね、そこで倒すアレクとさばききる豪気っていう形になると思います。あー、全部ムロル、ちゃんと画面を見ている。ダッシュダイパン、ダッシュダイパン、うまいですね。でもお互いうまい、おっと逃がさない。あー、うまいですね。なるほど、殺しきる選択、削減値非常にうまいですね。さあこれで1ラウンド目が TK5 を切って、赤ガエルさんもやっぱ上への対処がやっぱりうまいですね。早いですよね、うん、早いです、非常に。さあこれがちょっと間に合わなかったですが、まあ、あの関わらないので、うまいですね、あのバックジャンプ競技本当うまいですね。そうですね、甘えた飛びだとか100球はやっぱり許さないというか、はい、そういうところはしっかりダメージを取ろうと。さあこれで画面端の方に投げて、投げ読みのスタンプですかね。そうですね、仕込んでいる、ちゃんと走ったところには中足に弱達が入ってる。ただ画面端投げて、おお、打っていく、ダッシュ投げはしっかりがグラップ、ダッシュに確定じゃないですかね、今の。今のすごいっすね、反応の鬼ですよ。膝立つまで入れ込み、はい、今勝ったのがじゃあ TK さんの豪気なので、そうですね、だから次が副賞になるのかな、副賞ですかね。天下太平の方が副賞で、どなたでしたね、今カーソルは剣にあってます、剣ですね、こけしさんの剣、こけしさん剣ですね、はい、対するは TK さんの豪気。これ今度打って変わって、キャラダイヤで言うとやっぱ少し剣の方が有利になる組み合わせではあります。ただまあここまでね強い方集まってるとキャラ差もね、もうそう、もうあんま関係なくなってきちゃいますね、はい、そういうのは。うまい、うまい、後ろ投げて、やっぱりあの地獄車が、うまいっすね、こけしさん。なお互いゲージを貯めながら、剣側に1本ゲージが溜まったので、ちょっとお互いに慎重に、そうですね、行く形ですね。ダイパン置いていく、あのダイパンは結構強いんですね。フォローとかはできないんですが、あの距離で前っていうのがなかなか入れられないので、後ろ投げ、仮投げる、かかと見てから立ってますね、うまい。さあじりじりと地上戦ですが、ダッシュ投げが取る、ああ、豪気はやっぱり体力が少ない分、体力ですね、まあ、ちょっと残るかなって今思ったんですが、うん、そうですね、やっぱり減っちゃいますね。大体1ラウンド目の方がこっけし剣、さあ大パン後ろ投げて、うまい、しっかり繋がらない波動はブロッキングで、波動確認で陣内、豪気やっぱり減りますね、減りますね。あー、リープ勝利、勝利、これはでかい。あ、引っかかってしまう。そうですね、あれね、逃がしたくないんでね、空対空で落としたくなるんですよね。そうなんです、で、反応が早い人ちょっと反応してしまうんですよね。そうです、逆に反応がいい人こそ食らっちゃう竜巻ですね。そうですね、なので今勝ったのがこけしの剣、はい、次がレフラリレジャランの旅が中堅ですかね。そうですね、中堅です。副将対中堅になるのかな。はい、ではこけしさんの剣に対して、ここはチャコさんかな、チャコさん、や
はい、このチャコさん、まあ、チャコさんっていうのはユリアンなんですけども、非常に丁寧な立ち回りというのがあるユリアンでして、まあ、殺傷能力も非常に高いと。そう、あの立ち集計がですね結構長くてね、同期戦使えるんですよね。そうですね、竜巻、あ、うまいな、うまいな、ちゃんとゲージ溜まるの分かってやってるんでしょうね。そうですね、ヒットした時だけちゃんとゲージが溜まるように見てますね。ほんとゲージ見てますね。このゲームってやっぱりゲージの管理が非常に難しいゲームなので、両方見えてる方はすごいですよね。さあ、ここでまた中盤でゲージを溜めながらダッシュを止めて技をばらまいていく。さあ、ここで下ダイブ、早いな、反応、バイクの肘が通ってしまう。これはよく見るガードオフの、なるほど、投げて画面端を選択、コンボが高い高いそしてゲージ状況も非常によく、さあ、バックル返して中段でもこれで3割ゲット。ユリアン側やっぱ一応中段とか食らってしまうとね、ゲージ使ったのにもかかわらずめちゃくちゃゲージが増えるという。そうなんですよね、そこのループ性が本当強いですよね。なかなかね難しいところではあるんですけれども、出し投げはグラップ、じりじりと差し合いをしているといいますか。あの、ポケさんも絶対ダッシュ投げとは食らわないですね。そうですね、距離保ってやっぱ端持ってかれて投げられちゃうと本当に一気に終わっちゃうんで、中足波動を確認しない PA をして攻撃力がアップ、じりじりしてリープ陣雷、リープ陣雷つなぐ、ここはゲージを止めて、まあ、無理をしない。そうですね、わあ、大爆発強い、大きいの、中足に刺さってお互い1ラウンド。さあ、これでゲージの方はユリアンのマックス、うまい、投げしけに中盤、ただ勝負暴れる、おっと、うまいな、今のシャブロすごいですね。この速い展開で正確ですね、お互いに。後ろ投げ、ここは距離取る、大タックル当たってしっかり上にシール、もう一枚使ってタックルエジス押して、惜しかったですね今。大パンの判定が分かってしまう。分かったのはチャコさんのユリアンですね。これは、大将になるのかな、天下太平チーム、天下太平チームの大将が太平ユリアン。さあ、対するチャコさんのユリアンは同キャラになりますね。そうですね、ユリアンユリアンになるんですかね。まあ、まあ、たい平さん結構身内みたいなとこあるので、はい、ゲーセンでやられてるんですが、ユリアンユリアンは結構定評あるんですよね。あ、なんかやっぱ評判ですよね、ユリアン、はい、ユリアン同キャラとかめちゃくちゃうまいとは聞きます。やはりただチャコさんも同キャラうまいです。ここはもう同キャラで、ね、言い訳もできないので、もう意地と意地のぶつかりですよ。そうですね、プライドの戦いですね、ここまで来ちゃうと。あ、ちょっとだけ大平さんの顔が映ってますね。ちょっとだけ、ちょっとだけ大平さん半分だけ映ってます。全部、あと全部映った、全部映ったまずい、全部映ったさあ、赤色の方が大平ユリアン、はい、対する茶色いのが茶子さんのユリアンですね。さあ、画面をどんどん押していく。またこれスピアがね結構有効なんですよね、みたいですね。ダッシュ投げはグラップ、おお、ちょっと待って、これはハマってしまうが、まあ、投げ返す、で画面端に向かって投げて、おお、おお、ダメージ取ってますね、パンチが強い、はい、あと前風呂、さあ、スフィアの打ち合い、タックル EX セット、中継で潰れてしまう。ここは小足スフィアタックエイジスで画面端持ってって、ここしのげるか、手前張りがうまい、あーっとうまいですね、ゲージが溜まるの見えたんで、そうですね、まあ、ここはしっかりも使い切って、はい、もう倒しに行きましょうと。さあ、これで1ラウンド目の方がチャコユリアン、ファイブロすかして投げ、壊しスフィアエイジスを読み切ってる、ちゃんとブロブロ、体育もしっかり、ゲージ状況はお互いこれで5分ですかね、今先溜まったかな、おっとタックルが当たって
壁を張るがちょっと手前が浅い。スフィアの打ち合いになってますね。怖しい、タックル、浮いてる浮いてる。ただここが手前が重なって大剣サイズ見てから立つ。後ろ投げが通る。これでゲージがあるので、しのげるか、大剣が当たる、しのげるか、ぐるぐる EX セット、うまいこと位置を入れ替えて前風呂、肘お肘からフォローしている。フォローしていく。本来あれガードしてしまうとタックル確定なんですけれども、ガード確認で、すごいっすね。そうちゃんと PA で、フォローしてます。ヘッドが当たってちょっと受け身がね取りづらい連携になるんですけれども、これガードフローですか、まあ、ダメージはまあ最小限で抑えまして、おっとタイミングよくジャックスピア、ジャックスピア考えること一緒なんですね。ああいう距離で有効なんでしょうね、やはりね。肘タックル、画面押す、テリブル、ここはジャックだな、エイジス、ね、ただプレッシャーにはなるので、台形で返してダッシュに対して、ダッシュ投げに対して EX セット、セット。これは勝ったのチャコ太郎さんなので、もう終わりか、終わりかな、終わりですね。そうですね、で勝ったのがあブラリレジャーランの旅。はい、そうしましたら、あカメラの方が一般筐体ですかね。まだ言わない方がいい、始まった。一番筐体、これが、はいはい、チーム名が死、チーム名が死、良くない言葉です、死です、はい、良くない言葉です。で、ニーピー側が来ました、ドリーム、まあ、お互い優勝候補ですね。そうですね、優勝に食い込んでくるチームがここで当たる。で先方の方が死の方が白いたち、誠ですね。それとドリームの方が弟子剣、ここで弟子剣の剣、先方弟子剣、先方で弟子剣を使うのは非常に贅沢、やばいですね。まあ、イタチさんもねめちゃくちゃ強い方なんで、はい、もちろん強いんですが、さあただ一気に画面端持っていって、昇龍、昇龍圧力が、圧力やばい、あっとちゃんと見て、早いですね切り返しが、怖怖怖信頼、展開が早い。一本取ったのは弟子剣の剣、昇龍剣が、あの速さで上を見ている。ダッシュから通ってアラクサ通す、大パン早手、おっと引っかかってしまう、昇龍、昇龍は見せない、方法が高い、投げしけにバクステ、中足陣内、投げしけ見てから中足陣内ですね。あそこまで圧力がある中で投げますよね、投げちゃいますここで勝ったのがですね、弟子剣の剣と、次が時報で、これはメスターさんですかね、メスターユンが時報で出る、これもまた贅沢な使い方、すごい、どうやろ二次予選からもうメスターユン対弟子剣剣、こんなとこで贅沢なんてもんじゃないですよね、贅沢なんてもんじゃないですよね、ほんとね。ライギキャブロ、中足よりしっかり確定持ってクラップ、一気に画面端になってしまう、圧力がすごい、と中足、これは確認、動いた確認陣内ですかね、投げて、おわーっと雷撃に台形が噛み合ってしまう、ほんとグイグイ前に出ますよね、プレッシャーが恐ろしいです、すごいです。ダッシュ、ダッシュ早いですねなんか早く見えますよね、ほんとに。ただこれちゃんと途中からうまい自動画で、コンボは高いでしょう。さあ亀味持ってって、投げて、あーうまい、移動投げ、しっかりガードゲージ、
っと中盤鉄さん、これは残るか、残った、とっと残ってしまう、遅らせ勝利、思い切りましたね、ジャクゼショー、やっぱりこれ打てる打てないで変わってきますよね、もう思い切ったゼショーですね、お互い状況はいいんじゃないでしょうか、おっと全体に年の方で中勝利で最大パーバーでここは逃げて、ジャクゼスブロって中盤陣内、さあこっから表裏クーデー、後ろ落ち、まず見えません見えません、はい、はっきり言います、はい、見えません、さあ勝ったのはですね、こちらデシケンさんの剣、対するは続いて中堅ですかね、ここがこれあの井上さんですか、あの井上誠さんですか、まさか攻撃の確か3回優勝してると思います、攻撃複数優勝経験があるというあの井上誠、はい、で一次予選ちょっと試合見させていただいたんですけど、はい、本当に強かったです、めちゃくちゃ動いてます、あ勝負強いですね、やっぱり強い方、あまり語れないですよね、そうあまり語れない、申し訳ないんですけどあまり喋れません、もうごめんなさい、すごいとしか言えなくなってきます、ここまで中盤陣内、ここはしっかり確認、展開がもう本当早い、いいえで攻撃力上げる、おっとコッパン当てて、唐草通す、お互い読み合っている、ダッシュ投げ下風呂、コーアシュシュージュ、これはしゃがみなんで減ります、追いかける、めちゃめちゃ走ってる、追いかけるがそこにしっかりと追いかけてきたのを見て中足陣内、あれコパン振ることによってキャンセルかかって次の人が速くなります、そうです、誠の方はダッシュの硬直をコパンでキャンセルするという、この技術になるんですけれども、前投げ画面足きつい、投げ返してダッシュに勝利が来る、ダブルの精度が異常ですね、かかと陣内、しゃがみ回が早すぎる、しゃがみくらいの場合は陣内がつながります、なんかもうちょっと笑っちゃいますよね、ここまで早いと、もう実況殺しもいいとこですよね多分もう食らってるグラフも笑っちゃいますよね、早ーっただここまだドリームチームがまだ先方、デシケン剣が先方、これに対して対するはシ、残るはラオチュンリーとモチチュンリー、ね、そうですね、両方チュンリーなのでちょっと色を見てというか、モチさんが出る、さあ先方デシケンに対して、こちら副将ですね、モチチュンリー歩いて小足をブロって中足勝利、コパンをブロブロが支える、もうその的確ですよ、一個一個の判断が、今中足勝利が2回入らないと、うわーやーばいやばすぎる、どうしろと言うんだほぼ7割ぐらい勝利権取りましたねやーっとまずい、これは勝利権コシコシコシ大いけコアコア陣内、この圧がすごいですよね、画面端 PA、 チュンリーはちょっと起き上がりが遅いので、ただ冷静に投げ返して埋まります、色投げ前上です、元気くん色投げ全然負けてないして、持ち順にもここ投げて膝、じりじりした戦いになるんですが、ここはさあ画面端リ、おーっとこのガードになる、落ち着いて発見法よく、これはいくか、いきました、ね、選択はお互い完璧です、完璧ですね、さあこれでチュンリー側のゲージがほぼ1本、に対して、ケンカ側も1本ですかね、おっといろいろあったか、まあ、翻訳ですかね、後ろ投げ遅らせ中盤、遅らせ中盤で潰すんですね、あれ遅らせにすることによって EX は潰れます、早いグラップシュワシュワシ、ダイヤシで差し返す、あーっとこれは今中足ブロったんですけれども、はい、やっぱり漏れる方欲っていうのは結構あって、それをケアしてちゃんと遅らせて中足陣内、あの展開の速さから本当そういうところ強かった、本当ちゃんとしてます、素晴らしいとしか言えません、
さあここで、チーム C が大将ですね。大将、大将ラオウチュンリ先方に対して出てくるのは大将のラオウチュンリ。たっぷり時間を使ってきますね。まあ、チーム戦の面白いところはこの前回の動きを見て考える時間があるというところ非常に面白いですよね。やっぱりあの相手のまあ癖とかそういうところも見てやれるっていうのがやっぱグループ対決、まあ、チーム戦のいいところですよね。画面端に持っていくのが本当早いな。落ち着いてカード落ち着いてますね。中和勝利勝利これミスらない、移動してるんです。ミスらない。あ、簡単そうに見えて非常に難しいことやってます。さあただじりじりとした展開、ダッシュ投げ、隙間をつくダッシュ投げ、上は許さないが、あ、スーパー読みなんですかね、あれは。おっとダッシュ投げ取る、しかし、あー振り向き昇竜、しかも多分あれグラップ入ってるんでしょうね。おそらくちょっとグラップ狩りなんですかね。グラップ仕込み勝利だと思う。差し返すから差し返して中足陣来 PA で攻撃力を上げて置き攻め、さあリープはけ、ここは井戸投げ、投げる方向絶対間違いないですね。間違いませんね、うん、直が、さあここは確か不倫か中足を確認する、陣内で PA で攻撃力を上げる、うん、中足が刺さる。ここで追い打ちして距離、お投げを選択、待ち受け、お互いこれ一発蹴んない、はい、あーっとここ様相で踏みつけて後ろに向かって昇竜拳、追い打ちの昇竜拳、様相食らってからの昇竜の発想が早すぎませんか。判断が早すぎますなんであんなすぐに振り向きで昇竜打てるんですかね。いやもうちょっと人体を解剖しないとわからないレベルだと思うので、いやすごかったですね。すごかったですね。優勝候補5盾、いや優勝候補5盾はなかなか、これで一番筐体はドリームが勝ち抜けですかね。はい、次が2番かな、あれ早尾さんなのかこの、負けたな、MOV さん。3番筐体いきましょうか。あ、違う、2番筐体かな、どっちどっち、2番でお願いします。はい、すみません、2番筐体お願いします、はい、ここが9号なんですが、早尾さんかな。まあ、一応グループの中は早尾さんしかいないっぽいので、ですよね、早尾さんかもしれない。クール、今やられてる方がここが上がってアレックスさんになるのですかね。色的にはまあそうかもしれないんですが、色としてはそうですかね。今チームとしてはネクロが来るんで、そうですね、ビッグワンですね。あ、なるほど、ファイブモンスターのちょっと何人目か分かりませんが、あ、早尾ヒューゴ対南浦ビッグワンセカンドの杉山ネクロ、いや、たまらない組み合わせですねこれなかなかお互い、はい、いろいろある組み合わせですね。いろいろある、お互いの言い分も多分山ほどある、あるでしょうね、まあ、パッと見る限りネクロなのかなと思う方もいると思うんですけど、ただもうこれは人が絡んでくる、おっと、あ、こっちか、人が絡んでくるんでキャラ差とかはもうないでしょう。ないですね。2回目ブロールムーン、じゃあこれでギガスゲージ、電人ゲージですかね、両方ともマックス、あ、電磁なんですね。もう対空仕様なんで、これは全部使えるってよく聞くんですけどね。あ、そうなんですね。ダッシュは通さない、早尾さんが硬い、距離調整します、ね、ただこれが入ると一気に画面端、ここは読み合いでしょう。躊躇せず行きましたね、行きましたね。まあ体力もいっぱいあるんで、まあそうですね、果たしてこれが何ギガス目なのかが気になりますね。なんか聞くところによると、さっき先方5盾とか言ってたのしかも全部ギガス決めてるって言ってた1秒ですかね、非常に、はい、勝早尾さん、はい、
対空で SA 使って、まあ、ダメージは低いかもしれないですが 絶対落としたいっていうに対してヒューゴ側はじりじりやりながらゲージを貯めてギガスを貯めていく展開ですね。ハハムが潰す、うまいっすね今のチューパー。これはまず圏内なのか、圏内なのか。ネクロは体力が低いので全部ギガスを売ってる。右上のカメラをご覧ください。もうカメラアピールも完璧です。ちゃんとあ、いい顔してる。いい顔してますね。で今が早尾さんが勝ちまして、次が杉山さんが副将対副将になるんですかね。副将副将残るのがヒヤシンスさん対インペイさん。そうですね、ヒヤシンスのユン対インペイのチュンリー。ここはどうなんだ。カーソルはチュンリーに合っている。チュンリーだり、インペイさんチュンリーですね。まあそのキャラパワーだけで言うとやはりチュンリーになるんですが、これチュンリーがもう相当求められるものが難しくて高いっていうのを聞きます。ただカラージャンプからのウーンであんだけ蹴ってしまう、負けずにウー投げめちゃくちゃ回してますね。回してますね。ただ早尾さん経験値はもう確かなものでしょう。一品ですからね。幾多のチュンリーを沈めてきたかわからない。ヒューゴ自体地上は本当に強いんでね。そうですね、でも上からガンガンいってます。追いかけるめちゃくちゃ前ステップが。さああれしゃがみぐらい限定ですね。よく先客からのポイクがつながる。やっぱ大きいキャラなんでしゃがみにもやっぱりね、よく先客がガードになっちゃったりっていうのがあるんですね。そうですね、あれが非常に対ヒューゴ戦に使える技ですね。さあパーム当てガードさせて、あうまい、対空ゲージ貯めて、お互いゲージ貯めて、すごい落ち着いてますね。徹底してます。ヒューゴはちょっと元気です。ただただゲージが溜まる。差し返して怖いな、これ怖いですね。圏内ですよね、もうこれ。あーしっかり上を見ている。早めの飛び落とす。よく戦局うまい、見てからもう全部差し返してますね、中足で。距離調整バッチリですね、お互い。上も下も見えてる。あ、OK。 一平さんも落ち着いてますね。そうですね、一平さんもあまり無理はせずと、はい、これが難しいんです。あれ仕込んでるんですよね、ちゃんと有利に動けるヒューゴ側。ビタンビタンしてくる。パンパン大パン。さあ、中足ボディー、わーっと空中いた、ちゃんと見てる。たまるぜ、膝保育。ゲージがあるのでダッシュで裏回って膝しっかりガード。勝つ投げて、おーっとしゃがみぐらいしてしまう。ちょっとだけ歩いて足払い、当たったの見て中足をしましたね。そうですね、間違いないです、確認はしてます。さあこれで1対1。ボディが当たってしまい、さあこれ置き攻め重視ですね。見てる、トミーは逃さない。パーム壊し、パーム、パームスタンチが大変なことになってる。ただ無理はしないんですね、落ち着いて。おーっとここは上を入れてる。発見タイク、さあこれでチュンリーの方はただゲージが2本あるんでね、ワンチャンスで一気に体力奪えます。移動投げ、移動投げ、距離が遠いな移動投げの。また中足、あーっとちゃんと飛んでいる、飛んでいる。ボディ当たる、体育潰しましたよ。非常にボディプレス判定が強いので、しかしからのムーン、まあ、もう食らう気持ちが分かります。あんだけ押せない、うん、ボディーでいろいろしているエクササイズ。さあこれで大将ですかね。そうですね、大将と南浦はビッグワンセカンドの方が大将で、ヒアシンスユンに対してファイブモンスターが、まだ副将早尾ヒューゴとなります。副将大将ですね、これが。さあチュンリーをかいくぐったが出てくるのはユン。これってちょっと自分そこまで知識ないですけど、やっぱ、まあ、やっぱユンだとは思うんですが、まあ、まあユンだとは思うんですけど、もう本当にもうプレイヤーが絡んでるんで、ここはですよね。ただあと、まあ、体力はやっぱユンがないので。そうですね、1回がやっぱでっかいですね。お互い慎重に
行かないといけないかなっていう組み合わせだと思います、うん、中足原人扇風客1回目の原人小足が強いですね、ヒューゴ細かく移動して絶妙に距離を調整していく中に打ったらブロックしちゃったこれありましたね、そのありますね思わず言いたくなりましたもうライン絶対取るな中足原スライレグ大パン原人コンボがこちらも高いこれヒューゴとアレックスに入るかしっかり無理はしない下がって中盤しかしゲージの方はもうヒューゴは溜まってます大撃おっと太い高歩き中盤以上相当強くですね今のここは逃さないパームおっと読みが通読みが取らなかったそうコパコパゼッションコパコパゼッションすごいコパコパゼッションさあこれで1ラウンド目のヒアシンスユン原神さあ1枚目発動して移動して距離を調整していく腰腰ディープつながっているまあ十分なダメージですねこれの積み重ねかもしれないですね上もしっかり意識しているぞとでも一発一発が重いんでねおっとコアコア X でしょ下がって溜める円柱形非常に相性のいい技ですここで2回目の発動弱鉄原神リープが当たってしまう大一般ループ扇風客上はやはり見ている円柱形逃がさないぞとパー ムうわ反応している原神を発動すごいなおっと神尾がおお諦めず回すさあこれでお互い一発発発上は逃がさないガードガードが硬いまたおおここで前方天使マジでハートが強 い針の穴を通すような原炎神でした原炎神じゃないですね申し訳ないです前方天神でしたすごいハートの強さが出ましたね今回されたら終わりですからねあそこでねそうですよねさあこれで対象対象ですかね早尾ヒューゴが抜かれて対象対象ファイブモンスターが対象で白黒チュンリー白黒チュンリー対して南浦和ビッグワンセカンドは引き続きヒアシンスユンとなりますこれは兆候？兆候というかもうあれですね。気持ちを落ち着かせる。そうですね。さあギャラリーもものすごい集まってますね。めちゃくちゃ見ている。視聴率高いですねやっぱりこの番組は。まあ見たいですよね。このお互いの緊迫した空気すごいですね緊張感すごいですねすごいですね僕らあの動画で、まあ、画像で見てるだけなんですけど僕らも緊張しますなんかちょっと喋れないですなかなか難しいですねただ実況させていただこうかと思ってますんでお願いします始まりましたこれが大将戦まあもうザ・サードストライクですねそうですねもう組み合わせとしてはもうザ・サードストライクここは沖縄の白黒チュンリー対するは埼玉の強豪ユンヒアシンス中絶が通る大きいのが通って原神と前方テンション投げるなんか通る緊中系緊中系高いでしょダメージは十分ですね上は見ていますゲージを発動そして大パンと上は読めている強気ですねこれはコアグッショーヒアシンスのタクがめちゃくちゃ太い太い絶対殺す選択してきますね投げて距離詰める投げが助かるか中絶対つなぐこれつなぎめちゃくちゃ難しいんですよ弱鉄高いでしょ判断も完璧投げて裏に行って壊し前方転身中盤2勝タク前頭身あの白黒に何もさせない
さすがです。埼玉最強プレイヤーの戦いヒアシンスユンが勝ちまして、こちら南浦和ビッグワンセカンドが2番筐体が勝ち抜けになるのかな。そうかな。そうですね、ここ当たってるんで、はい、さあで残るは、ま、あ3番かな。優勝候補のこの5モンスターも3番筐体の方移りまして、3番お願いします。これは4番チームもっこりはんの、はい、スピーカーがもっこりはんで、あ、これ違うな。そうですね、富永さんとバーサスですね。あ、すいません、4番兄弟お願いします。ごめんなさい、4番お願いします。すいません、ありがとうございます。さあ、これが HP 側が、これ中堅で黒人だっとり、黒人だっとり。対するは2P 側が時報でヤックンユン。クンユン、これでも昔からの面白い組み合わせですね。そうですね、面白いやつです。人対人も面白いようなお互いもういろいろあるでしょう。もうかなり、まあ、人対人もキャラも煮詰まっている組み合わせです。さあショート確認してコークまで打っていく。前投げゲージャスト繋いでいく。ヒット確認は完璧。これはどうか。残る弱点高い。残りますね。大パン距離どうぞ。距離を取って、おーっとちょっと気まずかったところに後ろ投げが噛み合ってしまう。さあこれで、HP がもっこりはんの小口さんが破れて、残るが残るか、雪男豪輝さんとテミューゴーさんが残すっていうのかな。そうですね、ゆかさんも負けてるの。これで神奈川の方が時報でヤックン、対してもっこりはんの方が副将で雪男選手。そうですね、もっこりはん、中部名古屋のプレイヤーで固まったチームですね。まあ、強豪チームですね、はい、こちらも強豪です。さあ、一般で固めていく。うまいですね。さあこれしゃがみで当たって、さあこれまとまったダメージがものすごい減ります。旋風旋風落ち着いてコンボ打開まで完璧。持続を重ねる打ち足弱鉄。さあただ5機なら火力あるのでまだ分かりません。ゲージもありますね。あーっと円柱形が刺さる。さあ、あれが強いんですよね、同期戦に。そうですね、飛びにはやっぱちょっと刺さったりもするんで。上から刺さる円柱形中で刺すぞ。コシコシ早めに前方前進、通常コンボで画面足中継高いでしょう。コンボ選択絶対間違いないですね。そうですね、もう溜まってる。なぜだ。固めて固めて落ち着いて、ここは終わり際の中2章中盤十分ですね。十分です。中継 EX 鉄断工、これあなんか圧倒しましたね。そうですね、勝ったのがこれはヤックンのユン。次がこれは大将になる、になるね、大将ですね。もっこりはんチーム大将のヘルボーユン。さあユン対ユン、同キャラですね。同キャラ。さあ、向かって右側ですね、青い帽子の方が神奈川のヤックンユンに対して、赤い帽子の方ですね、はい、の方がもっこりはんのテルボーユンとなります。はい、投げて暴れて暴れていって大パン刺さる。原神を発動したのは、まあ、テルボーさん。追い払う、中鉄を置いていく、置いていく。発動したのはヤックンのヤン、すいません、ユンですね。コシコシ当たってしまう。しっかり確認して打開までつなぐ。勝てないって。さあ1本目がヤックンユン。お互いこれゲージ貯めながらですね、お互いとうとうといろいろ着地をずらして、さあこれが空中ぐらい当たってしまった。コンボを落とさないヤックン。コンボはしっかり完走。下がって中足弱鉄ダイバー。ヤックンが危なげなく
同キャラを制す。こちらが1抜けになるのかな。1抜けで神奈川、神奈川の方が二次予選抜けとなります。そうしたら最後3番筐体ですかね、まだ残って3番すいません、はい、お願いします。3番お願いします。こちらが、はい、西日暮里 VS、はい、どこだろうな、あ、ブラリデジャランド旅対西日暮里 VS かね。今ピンクの誠が、まあ、ご存知、富永誠、白がピンツーさんのチュンリーかな、ピンツーさんですかね、はい、チュンリーがあのピンツーさんしかいないので、ちょっと今何人目なのかすいません、ちょっとこちらではわからないんですが、ガラクタ掴んで、早いで早いで、しっかりピョル、はい、じゃあ先方トビガーさん、これが追い込まれまして、ブラリエじゃなくて大将ピンツーチューリーとなります。今ちょっとフラット情報聞いたんですけど、急立て中と、はい、予選から通して急立てをしているらしいです。マッチさんが満面の笑みで来ましたねニコニコしましたね今とても嬉しそうで、なんか可愛らしさがありましたね、はい、で、あーガードしっかり、あ、ゲー方よく、クミミダイパーのゲージ止める、まあ無理はしない。富永さんも最近チュンリーにダブルキャが安定しているので、ね、無理はできない。と7割以上あります。後ろから歩み寄って投げる、しっかりかくらせましたね、投げを。お互い落ち着いた勝負と EX 相手が飛んでくる。中継ヒット確認、保育追撃、裏から膝とすごい勢いで突っ込んでくる、下ろし、おっと、よく見、あんま見ない、あっと、ここは大丈夫か、安定で、まあ、そして無理は必要ないです。しっかりスタンさせて大パンでフィニッシュ。さあこれで5立って、めちゃめちゃピースしてます。5立て5立てで今10立てらしいです 10連勝中、素晴らしい、すごいな。このモサーたち相手になかなかそんなね10立てだとかって簡単なあれじゃないので、素晴らしいの一言です。これで今どうなんですかね、これで今全部終わったのかな、いや配信台以外でまだ今残ってるとこがあるんじゃないですかね。はい、はい、ありがとうございます。これからですか、これからです、はい、あー了解です。先方が、大根さんのエレナ、これはちょっと配信台が今終わっちゃったみたいなので、はい、1番筐体を使うと、筐体をちょっと移動して今配信の方を続けていきます。あ、はい、続きまして6ブロックですね、1P 側が明大前名優かな、2P 側がなにわのダークホース、これはポンユーで読むんですかね、なんか中国語ですね、フレンズ、なるほど、そうですね、明大前フレンズいきましょう、バーサスなにわのダークホース。さあ今ちょっと映像の方お待ちください、いいかな、先方の方が明大前の方が大根エレナ、はい、に対してなにわのダークホースの方がアッキーケンとなります。アッキーケン、これ僕の地元の、あ、そうなんですか、そうなんです、三重県勢なんですけど、関西に魂を売りました。あ、そう、あ、じゃあ今いらっしゃらないですね、地元に今もう関西で結構やってるプレイヤーなんでさあエレナないケンですか、うお、もう早めにパラしていく、さあこれで画面端投げまして、グラップダッシュが早いな、ね、この、ね、投げの後必ずループするというのが非常に強いので、そうですね、でラウンドアーチ、さっきの後ろ回し切りみたいなのがあるんですけど、あれが投げ無敵というか地上にいないというか、そうですね、浮いてます、下段も当たらないです。でスタンチがですね結構高いので、本当早い展開で一気にスタンチ持ってかれるっていう展開もよく見るキャラです、ね、そうなんですよね、投げの後あれの2択みたいな感じになってしまうと、もっといいカードを当たってしまう、ダッシュの距離を詰める、皆さんご存知、お互い様子見、1ラウンド目の方が大根エレナの方が取りまして、お互い、画面中央の方でおっとめくれてしまう、しっかりガード、やっぱり中盤なんですかね、奥のは、まあそうでしょうね、コアコア陣内しっかり確認、遅らすぎみでしたね今ね、距離を詰めて中盤、
こは距離を取って落ち着いてプレー。落ち着いてますね、2人ともでも。スライディング、スラーで差し込んで投げはグラップ。ここは距離を取って、ただこれエレナがゲージあるのでブレイバーのダメージは非常に高いので、まだまだ気が許せない状況です。中盤でゲージを貯めてサイド投げ、そうです、これループするんですね。エレナはとリープブレイブはガードになってしまう。おっと反撃をミス。サンバージ当たって投げてよーっと、ここは打った、垂らしていく。ハートが強いですね、ハート強いですね。しかしちょっとゲージ状況が、エレナには一本ある状況。それでもね、ラウンド取るのが一番大事なんだ。そうですね。お、ダッシュガードしっかり釣ったような形になるんですかね。ここは中和昇竜、はい、中盤ガード、これです。ラウンド8使っちゃうんですよ。あれの対処がすごい難しいんですよね。難しいですね、これ。反応が早い人やっぱグラップをしちゃうというか、はい、それに対してのラウンド8が非常に強い。スタンチ、ダメージともに高いので、なかなかね、ほんと食らいたくないタクなんですよね。中央確認、差し返す。ジンラー当ててゲージ状況はいい。あ、落ち着いてますね。でも出ました、おーっと中足陣内、おお、お互い無理はしない。ブロック残って投げて、ブロック投げ、ダッシュ投げ、投げ て, 投げて、おーっと移動投げが噛み合って、移動投げ出てなかったのかな。前投げが入って剣が一本選手。先鋒戦はアッキー剣。続きまして、明大前ですね、の方が地上ですね、地上で。おっと、ボーキャラ、これ、昴生さんはどうなんでしょう、剣が2枚あるので、1枚ちょっと使っていく選択、色で、青なので、昴生さんですかね、昴生さんですね、同キャラ戦、昴生の剣対、アキ剣。非常に面白いですよ、この組み合わせは。やっぱり、まあ、一番面白いと挙げる方も結構多くいられる。そうですね、やっぱ好きな方は、特にメインで剣使ってる方は同キャラがやっぱり好きだという方が多いです。中和昇竜、昇竜、まあ、サードの全部が入ってますからね、この中に。そうですね、うまい、しっかり円柱パン確認陣内、画面足 PA、 これで攻撃力アップです。差し返す、じりじりした形で、おー、いい竜巻、おっと、はみ合ってしまう。さあこれで距離、距離いって、ダッシュ投げはグラップ、両者負けてない。さあゲージも高いのか、中盤パン、ただもう溜まるので、どちらも何も食らえない状況。しかし波動拳はガード、いい波動拳ですね。しゃがみダイパン、グラップ潰しとかですかね、しゃがぐら潰しとかになるのかな。1ラウンド選手したのは昴生、青い方の剣です。中盤時代ヒット確認は完璧です。画面端の攻め、ビエ、おっと、ちゃんと遅らせたんですね。そうですね、ちょっと遅らせたんですが、それが波動拳だったので、ちょっと発生が遅いんです。そうですね、しっかりかかん、歩いてますね。絶妙な間合い管理、リープ下り岩なので陣内がつながります。さあこちら中盤距離調整、お互いめちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまいです。リーブは立つ、波動拳、円中盤確認陣内、下風呂読みなんですかね。でも全部しっかりヒット確認をしている。勝ったのはこちら昴生さんの拳。さあ続きまして地方対地方になりますね。地方、地方、昴生さんの剣に対して9号なので、こちらギガス野郎さんのさんになるんですかね。9号ですかね。さあこのカードは、まお互いですね、まあ、地上は本当に兵庫強いので、そこをどう剣側がさばいて、ね、
くかっていう形ですね。ただまあ負けないぐらいに剣もあの一部の技、特定の技は相性が良かったり強かったりもするので、これですね、 EX 竜巻は非常に有効な手となります。とめくり EX 竜巻、これヒューゴがデカすぎて見にくいんです。お、距離を取って、さあただ大きいの入って、ちょっと気まずくなったら上入ってるのが素晴らしいです。素晴らしいですね。お、PA でダメージを上げて、強気当たって、これ振りはしない。パム、パームからちゃんと反応して飛んでいる。あれ食らうともう一気に画面端なんで非常に危ない状況になるんですが、パームが当たる。上はちゃんと見えている。EX 昇竜、昇竜入ってるんだよ。ガード、両者落ち着いてちゃんと食らっちゃいけないものガード、強い技を当てていくと。ステイさん硬いですね。お互いに硬いですね。ちょっと見にくい EX 竜巻、上への意識配分も完璧ですね。すごいですね。結構固まっちゃう裏とこなんですかね。そうですね。ただギガスも溜まっている。というダッシュ出しギガスは止まれる。勝負いったが最大の大パン中小獣人体。まだこれ体力残りますよ。ギガスの前を外してちょっと距離を取ってます。作動で追いやって、あ、今勝負手ですね。しかしそうですね、もう今ので画面端持ってって殺してやろうっていうですね、展開ですね。昴生さんの剣が2枚抜き、ここで中剣、なにわのダークホース中剣がユンが出てきましたね。ブロードさんのユン、対するは昴生さんの剣。中足大昇竜、ナイスかみて中足昇竜剣、もう半分減ってます。中パン陣内は完璧、早いっす昴生さん。ただユン爆発力があるキャラです。まだまだ油断はできません。と噛み合ってしまう。キープ、歩いて強勝利、相手の体力をちゃんと見てますね。そうですね、もう削れるって判断が早いですね。ただユンガーも幻影ゲージが溜まってる。弱鉄幻影、ここで1回目の発動、最初から飛んでタクをかけていく。これ通すとしてループ性があるので非常に中鉄中鉄高い絶勝。ゲージ回収して上は強勝利、ここはガード、と手前落ち、裏見えない、竜巻が引っかかる。さあ飛び防止の円柱形、うまい、しゃがんで避けて中足ですね。しっかり原陣、上はやっぱり見えている。さあ手前落ち、ちょっと切れちゃいましたね。さあ画面を攻めているのは昴生さんの剣、怖怖、しっかりブロって手前落ち、後ろ投げ、おーっとめくり、ちょっと展開が早い中でのあのめくりはなかなか難しいかと。なかなかですね、ガードできないですね。両者1ラウンド選手、まあ、ここは先に SA 発動、上は出ますね。幻影中だろうが通常中だろうが上は見えている。反応が早い、全部ブロる。ただお互いに反応早いがちゃんとブロっている。中盤陣内、これ画面端持ってって端攻めが強い剣、上は逃がさないですね。うまく逃げる、今の前出し本当にうまいですね。引っかかってしまう幻影陣、噛み合うがつなぐ、ほぼく大パン、鉄弾高いでしょう。怖怖中足、さあお互いスーロット、めちゃくちゃ歩く、いや、あーっとこれはリバーサージーラル確定です。確定ですね、落ち着いてました昴生剣。昴生さんの剣がこれは3枚行きになるのかさあ、追い込まれたなにわダークホースの方がこれ副将ですね。はい、副将のこちらはチュンリー、山本チュンリー、山本さんのチュンリー、対するは地方の昴生さんの剣、大慶これもめちゃくちゃやりがいのあるカードです。そうですね、めちゃくちゃやりがいあります。一生尽きないです、うん。ハッケが強い、強いですね、中足大パン判定の塊、
剣もね、表裏を絡めたワンタンキルっていうのがありますんで、ね、そうですね、まだまだ全然油断できない。一回陣内を食らってしまうと剣側ですね、チュンリーが表裏見えなくなってしまうようなタクがあると。リープはブロー、腰おっと、ダッシュ、こちら削りに来たところダッシュが噛み合う、甘えず使ってきましたね、しっかり殺しきる。ゲージがあるとちょっとジリジリした戦いが続くのかなと。さあ中盤はブロって発見攻撃、さあこれしゃがみぐらい減ります。しゃがみ味持っていってこの追い打ちできてね、できると本当に強いせいですね。リープ見えてます。あー運が悪い、入れ替えてハッケーが当たってしまう、ピヨってしまった。追撃はしっかり、ふんばる山本チュンリー。さあ続きまして、中堅ですね、明大前が中堅になりまして、さあ中堅は明大前フレンズ、何が出てくるのか。キャラ的にはチュンリーに対して今はまだ剣に合ってますが、そうカーソルは今剣に合わさってますが、さてどうなる。さあ剣ですね、剣ってことはこれはシエ剣さんですかね、シエさんの剣、さあご存知紫色の強豪剣ですね、一軍です、一軍です、はい、しかしチュンリーもめちゃくちゃうまい。パラジャンプ昇竜、 PA パラジャンプ昇竜で消化できますね、早く出馬台中圧昇竜、はい、この EX 昇竜確定です。ちゃんとケアした後ろ投げ、そうですね、ガード入れながら投げですね、屈伸ここはゲージも持っていてプレッシャーかけていくが引っかかってしまう。美味しい当たり方でしたね、美味しいですね、ゲージが溜まりますね、やっぱり。さあここはしっかり確認、中足保育、次はしっかり距離、さあ読み勝っていく、ワンブロ昇竜、当て投げ、スカ角のちゃんと下がってスカして中足陣内、そうですね、絶対見逃さないですね。おっと噛み合ってしまう、さあ奥攻め、しっかりガード、しっかりガード、ここも噛み合うが、いい波動ですね今の、大パン動きたくなるところで EX サード、そうですね、ここ危なげなく CA さんの剣が勝ちまして、残るは大将ですかね、なにわのダークホースが残るは大将で、ゆうきさん、ゆうきさんの剣、ゆうきさんかな、さあなにわのダークホース、これ大将ゆうき、対するは明大マイフレンズ、さあ、道着の色が紫の方がシエケンさん、緑の方がユーキーさんの剣です。はい、中剣と対照戦になります。中足強処理、円柱パン、円柱パン、陣雷はしっかりダメ足の置き攻めになってしまう、逃さないですね、当て投げ、上は見て、すごいな、しっかり読み合いをしていってグラップしたところに生の昇竜拳、生の昇竜拳、さあこれ1ラウンド目、シエケンさんの方が取って、乗っているシエさんの剣、すごいグーグーいきますね、ただ負けずに、おっと中盤昇竜、EX サードの使い方がうまいですね、本当にバックダッシュの使い方が絶妙です、シエケン、しかしユウキさんの剣も負けてない、じりじりした読み合い、赤風呂、赤風呂陣内、シエさんの剣が見せていく。さあこれで6番筐体も終わりですかね、終わりましたね、明大前、フレンズの方がこれで1位抜けで決勝リーグ進出となります、はい、以上をもちまして二次予選の方のカード全て、終わりとなります。2時の1から1から7まで時間あるからちょっとやってみよう、うん、了解です、じゃあいいっすよ、好きにやってもらって、難しい難しいですよね、これが一番難しくね、うん、振り返りが一番難しい、うん、見てないの
まあ多分読み上げて言うじゃないですか、ブロックで、うん、ブロックで上がったところ。画面はもうパワポになってるから振り返りますみたいな感じ。あ、はい、それでは二次予選すべてのカード終わりましたので、1番から結果の方のですね、確認の方していきたいと思います。はい、振り返っていきましょう。1番筐体、まず1回戦目の方が現役人来演武かなとイエローデビルさん、でイエローデビルさんの方が勝ち残りまして、こちら0回戦で、必殺暴れ終電コークボムとブヒブが、すごいですね、フロスさん5盾、次カプセルD長山、Kさん5盾、5盾5盾で上がって決勝の方でそのままブヒブの方が勝ち上がるという展開です。素晴らしいですね、はい、すごいですね、すんごい強いですねブヒブ。最後はピエロさんが決めた。なるほど、あ、ルシファーさんですね、まあ、間違えないでください、はいはい。で2番筐体、2番筐体の方が第1の方がファイブモンスター、こちら小5盾、5盾多いですね、5盾固まってますね、すごい、はい、続きまして0回戦の南浦の方もおー空あーなんだ変ヶ原でいいのかなの方を甲州さんが5盾、帝の方かな、帝の5盾で決勝リーグの方が、ファイブモンスターと南浦ビッグワン、これは配信台だった台ですね。そうですね、はい、続きまして第3筐体ですが、はい、第3ブロック、はい、天下太平対ブラリレジャランが、あ、ブラリレジャラン、続きまして、0回戦のでスクランブルエッグが勝ち上がり、最後西日暮里 VS、 これが富永5盾、決勝も富永5盾、そう、僕らが見てる紙に富永富永っていっぱい書いてます。富永しか書いてない、富永しか書いてないです、非常に省エネで、まあ、強いですね、素晴らしい。はい、続きまして4番筐体になりますが、あ、1回戦もっこり班対天プラスかな、天プラスの方がもっこり班、ね、に対して0回戦が神奈川ウィードロップコンボスで神奈川が上がり、背中対香川も神奈川がかかって、決勝の方がまたヤックの5盾、5盾多いですね、5盾しか言ってないですね、2次予選強い方ばっかなんですけどね、立てすぎですよね。はい、ちょっと待ってください、はいはい、続きまして5番筐体、5番筐体の方が流派独自のカレー味と緑の四角、はい、お、初の海外チームが決勝トーナメント、緑の四角勝った後にゼロ回戦でロス、ごめんなさい全然読めないです、バトスロコスかなかな、まあ、ロスバトスロコ ロコスでいいのかな、ついにですねクーペ壇上に海外勢、これがまた途中でライアンさんが5盾してんだね、で決勝で緑の四角を上がって、ね、ついにですね、もう17ファイブスター天然17回目にして初の外人勢で壇上、素晴らしいですね。混合では二掛け王さんがあったのかな、一回いやないのか、あ、本当ですか、初、どうなんでしょう、あ、それプレーか、あれはプレーになるんですよ、ね、本戦本当ですか、純粋な本戦に上がってくるのは初めてと、まあまあ、おしゃまんぼ、まあ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 、おしゃまんぼは英語ペラペラなんで外人勢です、大丈夫です。続きまして6番筐体、ゴリラに育てられましたと、なにわのダークホースの方で、はい、6ブロック、はい、こちらがちょっとごめんなさい、更新がまだできてないようなので、一番最後にちょっと読み上げますか、そうですね、ちょっと読み上げましょうか、はい、1回戦がゴリラに育てられましたと、なにわのダークホースのが、なにわのダークホースが勝ち上がり、続きまして0回戦になるんですが、ローアングルゲイザーと年1回の寄り合いに来ました、がローアングルゲイザーが勝ち上がり、第3試合で明大前対ローアングルゲイザー、これで明大前が勝ち上がって、先ほどですね、放送した決勝の方で、明大前がそのまま勝ち上がり決勝リーグ進出となります。はい、はい、最後ですね、第7ブロックになるんですかね、もうここすごいですね、そうですね、地獄のブロックではあるんですけれども、1回戦目が和歌山により愛を込めて、対死、死が、モチチュンリさんが初戦で5立て、また5立てですね、続きましてドリーム対岡星は今度、まあ、健三さんですね の方が5立て、5立てで決勝リーグの方が C 対ドリームが弟子健さんが先鋒で5立て、だからこう15試合しかせず終わりました、ここの大会は。すごい早いブロックですね、ちょっとまあすごいですね、本当ね、今回5盾が非常に多いです、2次リーグみんな強いんですけどね、いや本当に激戦区ですよ、皆さん激戦です、これ、ね、ここ勝ち上がれるのって本当一握りだと思うんですが、どのブロックも猛者揃いなんで5盾5盾なかなかです、すごいですね、
さあ以上を7つですね、の方が振り返りとなります。そうですね、はい、以上をもちまして、第17回、クープレーションカップの二次予選の方を終了となります。この後プレーオフですかね、プレーオフ A と引き続き B の方が、始まっていきます。はい、さあちょっと時間があるようなのでどうしようか、はい、感想を簡単に、感想ですか、僕ごときがそんななんか言えるような、すごいとしか言えなかったんですけど、おすごいっつって、うん、いやでも手に汗握るような組み合わせだとか、まあ、人だとか、うん、なかなか凄まじいゲームだったと思いますね、内容としては。いやただこの後ですね、まだプレーオフ、プレーオフ、まあ、地獄のプレーオフと言われた地獄ですよね。もうシングルの勝ち上がりが今回は1チーム、1チーム、過酷です。過酷なんでもない、何回勝てばいいのか、ものすごい。この後の一番見ものなのはやっぱ目まぐるしいカメラワークですよね。バンバン人がいなくなっていくっていうと、最後三つどもえになるのかな、今回は1対1でなるのかっていう形で、まあ、あの5人の中の代表の方がですね、みんなの気持ちを持って、代表戦をしていくというですね、まあ、地獄のプレーオフの方が控えています。僕らもちゃんとプレーオフ、プレーオフですね、勝ちたかったな、勝ちたかった惜しかったね。まあでも負けたところはですね、僕らが負けたところがガッツリ上がってきてくれてるんで、そう、なんかまだいいっすよね、気持ちいいですよね、よくないっすいやでもすごい、やっぱ内容見てても強かったっす、強かったっすよね、うん、多分初戦のあれで緊張もほぐれたんじゃないですかね。そうですね OK ですかね、はい、そうしましたらですね、今もちまして二次予選の方終わりまして、次がプレーオフのが4時半から16時半から行っていきたいと思います。はい、そうしましたら、あ、これにて実況の方終わりたいと思います。実況の F でした、ありがとうございました、はい、実況の新太でした、ありがとうございました、ありがとうございます。全然緊張しません
straight to the third chapter. So what's it gonna be? The chapter of the world is two by the three. Make your first move. So what's it gonna be? The chapter of the world is two by the three. The third chapter. So what's it gonna be? The first strike you on the street by the three.はい、MVP 入りましたね。入りましたプレーオフ。こっからマジできついんですよね。代表者戦なんでね。はい。まあいつものようにですね、強い方が皆さん、まあ決勝トーナメントのあと負けてこのプレーオフ A、そのしてこの後のプレーオフ B に出ますんでね。はい。僕と、あ、もう決勝トーナメント1局決めたルシファーさんで。ルシファーで、はい。ここから進めていきたいと思います。あ、その前になんですけどね、先ほどサブスクとかドネーションたくさん入れてくれた方いたらしいんでね、本当にこの場を借りて御礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあそれではですね、第17回クーペレーションカッププレーオフ A ですね、いってみたいと思います。盛り上がっていきましょう。はい、じゃあ開幕は1番筐体、1番筐体ですね。開幕1番お願いします。いいですね、行ってみたいと思います。盛り上がっていきましょう。はい、おっしゃってください。スタートボタン。開幕は1番筐体、1番筐体ですね。はい、開幕1番お願いします。鈴平畑に取られた、盛り上がっていきましょう。 VGM ロボット深谷、この2チームの代表させていただきます。おまんチュンリー対おやつまこと。はい、こちら見ていきたいと思います。やっぱりお互いもう代表戦ということで、もうとにかく強いキャラ、そうですね、一発勝負強いキャラっていうのを集めてきたイメージですね。そうですね、はい、まあおまんチュンリーもうキャラ替えしてもう結構経ちますもんね。いや、見てるんですけど強いですよね。だいぶやっぱりキャラ替えした後練習したんじゃないかなと。はい、チームの、全てを背負って代表者戦っていきます。誠の方誰でしたっけ。誠はおやつ誠ですね。おやつさん、はい、端をキープしてこれですよね。やっぱこれさえ決まってしまえばもう相手がチュンリだろうと関係なく一瞬で終わらせられると。はい、はい、そしてこのプレーオフね、代表者戦ということもあってバンバンカメラ切り替えていきますんでね。はい、もうバンバンもう名前も後追いで、はい、はい、後追いしていきますんでね、はい、よろしくお願いします。一人でも多くの方を配信したいと思います。はい、今度はチュンリーのターンですね。誠動けないか。さあ、高尾マンはゲージが2本。うわ、怖い、お互い怖い。さあどうなる。おっと、カラクサ空振りからのブロッキング。ここ、うわ、この端からのダッシュが見えないんですよね。投げ着地取ってリープ、最後はリープ、割と安全なリープですかね最後は。はい、はい、これ刺さると一気に弾い、はいはい、EX 剣ゲージはないけど、この剣もね、当てて当ててどんどんゲージが溜まってくるんですよ。ゲージ溜め要素も兼ねつつ、もうチュンリーがもう2マックス。うわ、このカラクサ、さあおやつがリーチをかけて、さあ勝ったのはおやつまこと。はい、3番筐体お願いします。はい、3番筐体、3番筐体今始まったとこっぽかったんで、はい、比嘉と番長、番長さん、番長さんのダットリー、ダットリーですね。はい、そして昨日大活躍の日賀いぶきですね。来ました、日賀いぶき。こちらを見ていきましょう。はい、このダットリー対いぶきっていうのがね、そのキャラ性能でいうと完全にダットリーの方が強キャラにはなるんですけれども、はい、キャラ相性という意味でかなりいぶき側に分があると言われているカードですね。なるほど、はい、じゃあその辺も注目して見ていきましょう。はい、こうですね、こう細かい固めをダットリー側はなかなか返しづらいと。はい、はい、一発入ってしまえばもちろんもうキャラ性能が出るんですけれども。そうですね、コース、このまとまりつきがきつい。そして日が落ち着いている。落ち着いてますね。はい、まあ大体強キャラがこの代表者戦出てくるんですけど、やっぱいい武器でね出てきますもんね。そうですね、もうやはり絶対的なエースですからね日がは。はい、まず1ラウンド目は日が、はい、どのチームもやはり
誰を出すか迷うと思うんですけれども、はい、やっぱり日が要するザ・レイク、こだわりのホワイトジャージ、はいはいはい、やっぱりこうあまり迷わなかったんじゃないんでしょうかね。そうですね、昨日の活躍もありますしね、まあ、森火の確率も、そうですね、森火の昇竜か日がの落ち着いた立ち回りか、そうですね、まあそこで悩んだぐらいじゃないですかね、はい。ああ番長ダットリーも一発入ってしまえば、ここをついてガード、あガードブレイク、さあ画面端 EX 化石入りからコーク取っている、落ち着いている、はい、すいません、一番筐体お願いします。一番筐体は大北ヤンですね。裏剣対高橋、はい、データも早いです、はい、早いです、仕事が早いです。クーペ運営チーム、はい、さあ裏剣対高橋ヤン、非常に昔からいる強い動き使いの裏剣ですね。静岡のエース、はい、うまくて結構思い切った行動も両方混ぜてくる。そう、昨日は KO を、ね、倒したりしてましたからね。すごいですね、はい、そして KO と同じ色の高橋ヤン、これも最近、これは池袋勢なんですけれども、はい、最近いろんな大会に出てね、めきめき力をつけているので。なるほど、はい、さあ中足滅殺ゴーハードしゃがみヒット、これ体力が少ないキャラ同士なんでね、あっという間に終わると思いますよ。一瞬です。一瞬、ここはただちょっと落ち着いてお見合いして、ここは、まあ、ここはねゲージ貯めて死ねればいいかなっていう選球台でしたね。さあ1-1、あうまく逃げた、ダイヤシー確定しましたね、 EX ソロ打ち切った、うまい、あ豪気のゲージがマックスだ、解放、うわ緊張系、そこで歩いて投げ、さあ2番筐体お願いします。いや落ち着いてました高橋ヤン、高橋ヤンが勝利、はい、そして2番筐体、データは梅園チュンリー対松浦さんかな、松浦、はい、梅園対松浦ユンですね、はい、こちら見ていきましょう、はい、梅園さんはもうみんなご存知の昔からのチュンリー使い、そして松浦さん、これ、ユン使いですね、はい、発達チームの松浦さん、発達チームかなり松浦、ま、これあれおじくんじゃないですか、おじさんも同じチームにいるんですけど発達の、はい、じゃあこれ木太郎かな、どうなんですかね、まあ、多分木太郎ですこれ、松浦って書いてあるけど木太郎ですかね、つまり多分同じ人ってことですかね。いやこれ本名分かっちゃいましたね、まあ大丈夫ですよ、はい、はいはい、でこの松浦は木太郎ユンが今端で落とすが、このね梅園さんのねこの中足と移動投げがね、まあ、梅園君もねもう最近は多分全然やってないだろうけど、昔はめっちゃやってましたからね、ここさあ梅園チュンリー勝利しましたんで、はい、3番筐体お願いします。あー3番も終わってますね、じゃあごめんなさい、ね、1番いきましょう、1番、はい、どんどんさあ1番はおやつとイオン、チュンリーがイオンさんですね、おやつさんさっき映しましたんで、はい、イオンさんがチュンリーですね、おやつまこと、おやつまこと、はいはい、見ていきましょう。代表者戦なんでね、どんどん行きます、ね、唐草から大パン EX、これで端っこだがここは行かないで渡す、これでリーチか、おまく返した、ここで一発勝負で誠の速い技を出し投げをグラップしきるとかね、はい、相当難しいんですけれども、おおすごいよく見えてる、さあゲージあるぞ、これだけが強い、中足もよく、ですね、これがチュンリーの恐ろしさです、はい、
これで今次は第 3番筐体、はい、3番始まりましたね、はい、3番いってください。3番お願いします。名前ちょっと後置いていきましょう。はい、いい。あ、日と小出と日が、はい、小出対日が、はい、小出対日が、町田5射精の小出健、そして昨日のエース日賀伊吹。まあ、日賀はね、森ビートすげえやってっから剣戦結構うまいっすよ。です、ね、はい、キャラ的にはだいぶ多分これ剣、はい、有利なんですけど、日賀の剣戦は注目ですよ。赤、やはりこれを自信満々に赤狙えるっていうことが日賀の落ち着きですよね。そうですね、精神的にかなり負けていないという証です。これはクーブローもうまい。でめくりからこれ分かんないですよね、このクイックを取るか取らないかっていう読み合いがあります。はい、端釘付けして投げつけ見て、さあここうまく返した。うお、さあ小出くんもでも落ち着いてますよね。やっぱ一発当たると減りますし、最後やはりすり抜け方がうまかったですね小出くん。さあ日がまだゲージあるので落ち着いてまずはラウンド取っていきたい。これですね、日がのうろうろ。いびき投げ前は、投げ前は非常に狭いんですけれども、はい、歩きが速いのでね、ああいう差し合いはできなくはないかなっていう。お、竜巻 EX 波動上下振っていく。あ、おっと、いや投げ式見てからが完璧ですね日が。お、反撃も的確。さあ裏回りライダーで、ライダーは弱いですね。11、はい、さあお互いゲージはあるが、端傷つけば端までだが、伊が押す。そうですね、伊吹の前中継を取った後昇竜なら入るんですけれども、なかなか難しいんですよねあれが。うんうん、ここ打ってく。あ、めくりからさあリードしてるのは日が、日が、おお、これダウンを取るのが大事か。まだ打つ日が、まだ打つ、まあ、体力的に余裕があるからですよね。落ち着いてるな日が。さあ日がが勝利、はい、次1番筐体をお願いしま す, いします。はい、1番筐体チュンリーチュンリーということで、誰だ、先ほどのイオンさんと梅園ですね、はい、イオン対梅園ですね、はい、ただちょっとどっちがどっちか分かんないな。黒がおそらく梅園ですね。黒が梅園で、青がイオンチュンリー。黒グレーね。あ、そうだ、グレーですね、はい、厳密ですね。厳密です、厳密です、はい。いやこれ黒じゃねえだろ。あ、そうっすね。いや松田さんが白といえば白です、はい、確かに、はいという感じで、おっと梅園強いな。ゲージもある。あ、さあリオンさん負けてない。はい、これね、あ、こういうの刺さるとねゲージも一気に回復してもう分からなくなります。あ、この梅園がこの状況からまくりに行くかどうかっていう読みがありますね。そうですね、一般的にはまくりに行かず最終ラウンドにゲージを2マックスっていうのがあるんですが、ここはそうですね、まあ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 作戦通りというか、そうです、作戦通りの梅園です。ほぼ2本なんでね、はい、さあリオンさんの方は、ゲージ全て使い切ったの で, で、ね、若干厳しい状況からスタート、はい、通常技の差し合いで勝てば、あー、あお、まあでも今のなかなか難しかったですよ ね, すねゲージも、はい、うん、ゲージ量的にもまあまあ結果オーライでしょう。体力状況もゲージ状況も
イーブンになりつつある。あー、これ近代系、ゴフレの近代系から、おうまい、なんで今の美しいぞ。うわー、待ってた、海沢の落ちすぎなんだけど。おお、投げる、これ投げ傘でもね、根性いる。うお、送らせ、うお、すげえ勝った。これはすごい、梅園チュンリー、遅らせ発見で EX スピンを潰した。読み合い回ってますね。完璧でしたね。はい、いや、これで一旦そうですね、はい、移動待ちです。いや、すごかったです。でも特に最後のチュンリーがそうですね、やばかったですね。レベル高かったです。あとは比嘉が安定してましたね。比嘉が安定して、つまり決勝は梅園対比嘉ですかね。ちょっと画面に集中しすぎて合ってますよね、はい、比嘉対梅園プレーオフ A で、まあこれ勝っても B 行くだけなんで、これ勝っても地獄が待って、あ、違うわ、あ、そっか、あ、そうです、ね、これは、まあ、プレーオフの準決勝ですね。では、はい、まだまだあります、はい、これプレーオフの A から決勝トーナメントまでの道のりって、はい、10回ぐらい勝たなきゃダメ、10回ぐらい勝たなきゃダメです、はい、地獄ですね、本当に地獄です。なんか去年、はい、それをチュンリー、ユン以外の人が成し遂げたっていう噂を聞いたんですけど、マジですか。そんな人僕も見てみたいです、はい、ですよね。多分そんな人は存在しません、はい、しませんか。そんなしません。なるほど、はい、という感じで厳しいプレーオフ、まずは準決勝。比嘉の中日戦も昨日皆さんご覧の通り、そうですね。逆に梅園はレアキラとあんまり対戦結果があるとは思えないけれども、どこまで耐えるか。比嘉チュンリー戦うまいっすよ。うまいですよね、はい、もう僕もね、あのニュートンでやった力丸との10先とか見ましたけど、はい、まあまあ引いてますもん、やっぱ。いや、そうなんですよ。そう、はい、だから圧倒的になんか力の差で負けるって感じじゃないんですよね、チュンリー戦うまい、いぶきって頼もしいですよね。やはりこういう大会なんで、こういうプレーオフの場とかでもやはりそのチュンリー、まあ、とかユンを倒してなんぼなのでね、はい、はい、やはりチュンリーを倒しきる力を持ったこの比嘉、うまい。もう今のも想定通りのグロでしたね。うわ、完封ですね、これ完封勝利。強い。さあ、これでもう反対側の、そうですね、配信筐体以外のところの結果次第でどん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 続いていきます。はい、はい、今逆側、はい、逆サイドね、ちょっと確認してもらってるんで集計中です、はい、ちょっとお待ちください。はい、いや、比嘉さん、これ A 抜けて B 行って B 抜けちゃったりしたら結構やばいですね。なんか僕でも、はい、ちょっといろいろ仕事してたんであんまり見れてないんですけど、ファイブモンスターがプレーオフに落ちたって聞いたんですけど、私も風の噂に聞きました、はい、ボスのチームでしょ。いや、もうまあそういうこともあるんすよね、やっぱり。まあそうですよね、はい、だからおそらく白、はい、わかりました。はい、ちょっとね、上の方の試合配信してくれるということで配信筐体の方へ移動してもらいました。いや、はい、二次予選決まっのチームの抽選の前ってすごいドキドキしてるんですけど、確かにやっぱそのみんなあの力丸とこ来ないでくれとか大貫さんのとこ来ないでくれとかと、はいはい、まあ、ボスのとこやめてくれみたいな感じで願うと思うんですけど、ね、そうですね、はい、まあ、今回そこは潰し合うことはなかったんですよ。はい、わかりました。元気、はい、じゃあ、はい、その試合は何番筐体でしょうかね。2番、はい、2番筐体にじゃあスイッチングだけしといてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2番筐体準備の方できたらスタートしてください。はい、上がってきてるのが大平ヒューゴーと元気アレックス、はい、34-80。 いや、でもこれもレアキャラですね。これも準決勝、プレーオフの準決勝になります。大平ヒューゴー対元気アレックス、なんか去年もこんなの見たな。見ましたね。見ました。桜田対早尾でした。桜田対男さんだったっけ。あ、そうでしたっけ。男さんか、男さんでしたね。さあ、では見ていきましょう。はい、はい、
これで、勝った方と比嘉です。うおー、これは個人的には去年チームメイトだった元気を大注目なんですけれども、はい、はい、まあ、元気枠やはりヒューゴー戦はそんなに有利はないと言ってたので。あ、そうなんですか、はい、で大平さんもねすごい固い立ち回りの池袋勢、はい、はい、はい、ですごい強いヒューゴー使いなんで、これですね、やっぱり思い切って回す、で回すともう試合が動くんで、はい、はい、あとは元気のついた立ち回りにどこまで対抗できるかですね。なんか僕はアレックス使ってて、ね、アレックス有利な気がしてたんですけど、僕もそう思ったんですけれども、元気がすごい甘えた発言をしてきました私に。あ、なるほどね、はい、許しがたい、はい、わー、この台足ですね、元気の台足が素晴らしいんですよ。これおぉ、ここでギガス、このギガスは湧くんだよな。さあ投げて行くしかないか。まあここはね、大平さんじっくりラウンドを取りに行くことだけ集中してほしい。スタンありますよ、スタンがあるとまくれるぞ。危なかったですね、今のパワーボム拾ったらもう危なかったですね。出た台足、ニュートラダイパン、ジャックピーで飛び込む。今歩き下行きたかったんですけどね、元気は。あー、反撃安い、決まった、中段ですね、中段のニュートラル大パンチ。もうこの辺はさすが元気ですかね、もうこれなんか、はい、自動遅らせっぽくなってますもんね、あれはもう飛べないですね、ニュートラル大パン、はい、じゃあ元気対比嘉で、はい、行きましょう。いや、去年に引き続きプレフェ変なキャラ2キャラで、はい、いやでもクーペ名物じゃないですかね、なんか名物になっちゃいましたね、はい、完全に。なんか去年、レミーでめちゃくちゃプレーオフ沸かしてくれた人いたんですよ。マジっすか、ちょっと動画見直してみます僕じゃあ、はい、はい、すごかったですよ、知ってる人かもしれないんで、もしかしたらね、レミー業界僕詳しいんで。わかりました、はい、お願いします、チェックしときます、はい、はい、いやね、去年やはり元気と同じチームだったんですけれども、はいはい、まあ、そのリシファーさんがすごい目立っていたので、はい、やっぱりその対抗意識というか、ルシファーさん、ルシファーさんって人がいて、目立ってたんで、元気対抗意識燃やして、ジェラシー燃やしてて、ジェラシックパーク発動してるんですか、はい、元気、なるほどね、やってやりたい気持ちがすごい強いと思うんですよね、はい、今回。なるほど、ルシファーさんって人だったんだ。ルシファーさんってやばいですね、名前が。でプレーオフ A から抜けたらしいですよ、A は抜けてないです、それも、あ、 B からです、盛りすぎ、まあ、初戦 B からです、はい、なるほど、ね、まあ試合始まるまでこんな感じでいいんだな、そんな感じで、はい、うん、まあ去年は去年ですもんね。これは去年なんでね、はい、全然、はい、あ、準備できたらいいですよ。準備できたらもう始まっちゃってください。はい、始まりました、始まりました、元気対比嘉。おー、これいや、クーペの元気と言われた時期もあったんですけど、ありました、ありました、一応ね、まあ、去年、おととい、去年と今回まだ元気らしいところが配信で見れてないかなっていうのがありますね。なるほどね、個人的、まあ、元気信者でもあるので私、なるほど、ぜひ見てみたいです。でも比嘉は強いよ、比嘉は強いっすね。さあ行きましょう、投げ返す、この投げこすりがもう元気の持ち味です、はい、一生投げこすり、そうですね、ここはお互いやはりお互いガンガン行く展開にはなりにくいですね。そうですよね、端が絡まないと行きにくいです。おし、タブロ台足、台足、ここも伊吹が投げを選んでたら死んでました。お、見入っちゃうな、いや、比嘉がうまく見出しているが、出た、すかし投げ、カラジャンレイド、これなんですよ、元気はこれを練習してるんですよ。しかもあんまやんないから、いきなりやられるときついよね。これは、いや、元気、これをまず練習して、頑張って出してるんです、あれ。コマンドに若干苦手意識がある元気なんですけれども、はいはい。はい、詳しいですね、元気さんのこと。もう元気信者なんで、任せてください。はい、出た、これ投げに行くと、暴れ中盤 EXL ボで死ぬんですね。はい、はい、落ち着いてます、元気。元気落ち着いた。だいぶ落ち着いてますよ。比嘉が攻めあぐれてますもん。これ焦ってもしょ、うわ、最後膝確認、15フレの確認です。膝レイド。いや、さすが元気ですね。元気信者としてはじゃあ、いや、僕嬉しいです。嬉しかったですか。はい、お、今ガッツポーズありましたね。完全にちょっと喋ってきますね、多分。
さあ結果来るまではちょっといろいろね、振り返りたいんですけど、元気やはり先ほども、まあ、プレーオフ A 抜ける宣言してましたので、あ、そうなんだ、宣言通り今抜けてきたなっていう印象です。まあでも B 行くだけですけどね、 B 行くだけですけど地獄に行くだけですけど、はい、ちょっとね、まあ、抜けれるものは抜けてみろと、はいはい、まあ、あ、私あの二次予選抜けたので、おめでとうございます。決勝行ったのですごいですね。はいはい、はい、ちょっとねすぐパワーポイント上がってきますんで、皆さんもうしばらくお待ちください。プレーオフ B といえば今回でいうと、まあ、ボスのところ以外にもちょっと競合どころが、いや、いっぱいいるでしょうかなって、ちょっと自分たちの試合で必死すぎてあんまり情報をつかめてなくて、うんうん、はい、僕もちょっとどんなチームが上がって下ろしてるのか楽しみではあるんですけれども、ドラマがやっぱクーペって毎回あって、結構固い優勝候補かなり固いところも落ちたりするからね、はい、そうですね。今回どちらかというと、まだ、まだ今までに比べると波乱はそんなに起きてないかなっていう、はいはいはい、比較的、はいはい、あ、プレーオフ B のパワポ来ましたね。あ、 B 来ましたね。はい、おー、ちょっとちっちゃくて、あ、紙ありがとうございます。さあこれ見ていくと、やばそうなチーム落ちてます。そうですね、あ、でもやっぱりもう強豪しかいないですね。だよね、強豪しかいない。もう右上から2番目にひときわ目立ちますね、ファイブモンスター。ファイブモンスターちょっとメンツ言ってあげてください。ファイブモンスター、白黒チュンリー、早尾ヒューゴ、ボスユン、ショウユン、ミモラマコト、ここ誰出るんだろう、ここ。いや、ここ多分僕はマシーン白黒だと思いますよ。白黒さんですかね、やはり、はい、多分、はい、多分ですけど、いや、迷いますね、ここは。あ、面白そうなのある？他にも。あとは、このシ、シ、ラオーメスター、白いたち、井上持ちチームと、カプセル D、長山。あ、それね、めっちゃ面白そう。誰出るか予想していいですか？サム大官、DDA、D、ヨモダですね。まあ、多分ヨモダですね。ヨモダですかね、やはり。多分ですけど。ヨモダ。C はね、C っていうチーム、ちょっと C、メンバー言って。C はね、C は、ラオーメスター白いたち井上持ちですね。そこは持ちかメスターだと思うけどな。わかんないな。ラオさんもありえるのかな。あ、そうですね。トールも最近調子いいって言ってますもんね。はい、ラオかもしれないですね。まあ、メス G かな。昨日一応優勝しましたしね。D、カプセル D 長山チームは、んー、いや、まあ、D さんもただ。すごいやってくる。ああ、確かに D も全然ありますね。ただタムとかはやっぱネクロだからちょっとキャラが代表者戦だとね、はい、チュンリーとかいっぱいいるからきついよね。ちょっとプレーオフを抜けるにはキャラがちょっと弱いかもしれませんね。でもなんか去年すごい弱いキャラでプレーオフ荒らした人いたらしいです。今俺ちょっと誘導しました。まあね、誘導しました、うん、まあ、でもそういうこともあるのがクーペですよ ね、はい、まあ、おそらく D かヨモダ、ダットリダットリの2択、どちらも非常に強いダットリなのでね、はい、下も、はい、はい、下、あ、ずでけ、これトーナメント表下もあるんだね。ああ、ババミカドとかも落ちてんだね。あとババミカドも落ちてるし、あ、イエローデビルとか、あと天下太平、現役神代演武、これも、あ、沖縄も落ちた。ユン祭りの強い沖縄、沖縄も落ちてんですね、はい、うわー、やっぱクーペは面白いな。いやー、そうなんですよね。結構、ま、昨日のプレーオフとか、まあ、レミファイブで出て、プレイクーペ、プレイクーペ負けちゃったんですけど、やっぱり、はい、みんなも強いところでもやっぱ負けちゃうのがクーペじゃないですか、はい、なので、やっぱ厳しい世界なんだなと、ちょっと改めて思います。やっぱ5-on-5のチーム戦ってめちゃくちゃ面白いですよね。もう5立てだって戦力的には全然拮抗してる両者でも両チームでも、はい、全然5立てで終了とか全然ありますからね。勢い乗ってるとね、今日なんかもさっきも見たけど、はい、富永5立て、灰谷5立て、弟子剣5立てとかいっぱい書いてありましたもんね。やばいっすよね。やっぱ勢いに乗ってる人は、はい、強いチームさえも全部、ね、蹴散らしちゃいますし、はい、富永噂なんですけど18勝くらいしてるらしいですよ。あいつは、まあ、やばいっす、あいつ本当に、そういうやつですからね、はい、さあまだプレーオフ代表者な。あ、ま、代表者これ悩むとこから今やってんの。あ、そうなんだ。そうなんですよね、はい、今悩んでんのか代表者はね。
もうちょっとだけお付き合いください。そうですね、はい、天下太平は太平さんなんですかね。そうなんです、天下太平の代表者は今すごい一生懸命考えてるんですけども、やっぱ太平チーム誰がいるか教えてください。太平、はい、タマコン、はい、コケシ、はい、ひじき、はい、赤ガエルですね。それはね、みんな結構同じぐらいか、はい、ちょっとこ、どうなんだろうな。タマコンとかも太平のことよくボコボコにしてますよ。あ、タマコンでありますね。タマコンとかコケキャラパワー的にも、うん、はい、コケシ君とかもあんのかな。あ、剣もいますしね、はい、コケシ剣いますね。コケシ君も強いですよ、はい、ただ太平前回いいところに行きましたもんね、はいはい、まあ、すげえ太平も強くなりましたからね。ベスト4くらいまでプレーオフ B で上がったので、めちゃくちゃ強くなりましたもんね、はい、太平という選択肢も十分あるあると思います。あるある、はい、あ、これね、視聴者の皆さんもちょっと字ちっちゃくて読めパソコンの前でかじりついても見えないかもしれないですけどね、予想なんかするのも面白いですよ。そうですね、あ、代表者誰くんだろうっつって、現役人来演武、沖縄のユンチームは、ユン多いチームは、まあここは見た感じそこはエース出るんですよ。エース出るんですよね、やはりとか、あ、決まったところ、はい、ちょっと今決まったところだけ集計中です。あ、そういう、あ、そういうことですね、はい、はい、バラさないでということですね。秘密です。そう、こういうところってやっぱ公平性がすごい大事なんでね、こうしっかり隠さないと、はい、そうなんです、もう相手どのキャラ当たるかでもう全然出すキャラ変わっちゃいますからね。そうだから全19キャラクターにいけるキャラを出すのが一番いいんだけど、はい、まあでも勢いに乗ってるちょっと怪キャラを出すっていうのもありだし ね、キャラだけじゃない部分ってあるんですよね、はい、本当に、ね、うん、はい、ゲームの証明されましたからね、うん、あ、前回なんかすげえ弱いキャラで、はい、プレーオフ勝ち上がった人いたらしいですよマジっすか。いや、ちょっと動画見てみますわこのくだりもういらないかもしれないですね。もしかしたらあのもうこのチャットの人たち見てないじゃないですか。そうですね、チャットで今回から見たっていう人も今いるかもしれないですからね。松田しつけとか今書いてあるかもしれないですよね、はいはい。でも本当に去年 の、 あの、はい、ルシファーさんって方の活躍はやっぱすごかったですよ、あ、僕もレミ使ってるので参考にしてみます。そうですね、はい、やっぱあれは見といた方がいいですよ。 あーやってやるんだなって、まあ、だまあ、どのキャラ使っても可能性はあるっていうことですよね。それを、はい、ルシファーさんって人が証明してくれましたからね、はい、そうですよね、はい、だ今日もその同じ流れに乗って、まあ、例えばさっきの A を抜けた元気が、はいはい、宣言通りもう B も抜けて目立って俺に喋ってくれるのか、要注目です。なるほどね、はい、そこはもう注目しかないよね。元気のしゃべりを聞きたいな、本当。あ、どん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 決まってますよ。どんどん決まってる、秘密、秘密ですよ。はい、秘密のアコちゃんですよ。秘密だよ、アコちゃんですよ。すげえ今引いたと思うよ、みんな。そう、アコちゃんみんな分かんない。あ、しかも僕ちょっと老眼になってきたのか字がちっちゃくて読めない、いや、俺もきついですよ、ちっちゃい、これみんなちっちゃいです、これきついよね、みんなちっちゃくてきついです。おっと、これはまああれですね、なかなか、これもうこの辺に書かない、あ、そうっすね、でっかく書いてくれない、ちょっと今仕込み中いやマジで見えねえ、ちっちゃすぎて。これでも運営改善のためにこれでかくするとコスト倍かかりますからね。 A31 枚で全部乗っけてますから。いや最近多いんですよ、本当字が見づらいんですよね。今コメントで、はい、次俺老眼鏡持ってきますね、ここ来るとき。いや老眼鏡あってもかなり厳しいと思いますよ、これは。マジちっちゃいよね。ちょっと俺今度コスト倍かかってもいいから、これ B4 とかにしてもらいますわいや多分2ミリぐらいですよこれ、字は。あの人の字はチーム名は全然余裕で読めますけど、人がマジきついですよ。いや俺悪い、あ、そうだよね、目いいんすけど、あー、よかった、俺だけかと思った。俺目いいっす、大丈夫っす。漢字読めないでしょ、漢字は厳しいっす。老眼ネタもういいかな
あ、そうですね、ちょっと名前昨日のルシファーネタももういいか、次何、前回のやつ、ね、次何か、はいはい、まあいろいろありますからね、とりあえずあのサブスクとかドネーションしてくれた人にお礼しようか、改めてお礼を、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あと、あ、そうだ、俺支援者の人とかにもすげえお礼したい人いっぱいいるんで、この時間使っていいかな、あ、そうですね、そんなにある、はい、大丈夫、大丈夫、まずレッドブルさん本当にありがとうございます、はい、今日もねレッドブルガールの可愛い子ちゃんたちがもうね、はい、みんなに配りまくってね、しかもこれすごい美味しいんですよ、いや本当にもう今日も何本飲んだかもう数え切れない、俺も今日18本ぐらい飲んでますよ、マジか、いや本当リアル、富永が買った数だけ飲んでますね、はいはい、それだけ本当美味しいんで、はい、皆さんレッドブルは、あれです、僕頼まれて言ってるわけじゃないですからね、いや俺ももう飲んじゃいますね、レッドブルは本当に美味しいんで、はい、みんな飲んでほしいなと思います、あとは、まあ、無敵時間さんも今回物販なんかやってくれてね、コスプレやった女の子とか来てくれたりとか、そうですよね、あとは何よりやっぱり僕ゲームセンターロボットアミュージアムロボットの山崎さんには本当にお礼言いたいですよね、はい、配信見てるか分かんないですけどね、筐体14台貸してくれましたからね、いやすごい、 だってそれ言うなれば商売道具じゃないですか、そうですよ、だからはい、その14台ないところはもう廃墟になってるはずなんですよ、ですよね、でその間の売り上げもゼロ円じゃないですか、もう酒飯ぐらいじゃもうお礼もできないんで、いやもう俺もう足の裏でも何でも舐めますよ本当山崎さん、やっぱ伝わってると思いますよ、本当ありがとうございます、そういうの、はい、ありがとうございます、ロボットね、みんな配信見てる人で深谷ロボット行ったことない人はぜひググって遊びに行ってください、はい、もうレトロゲームのラインナップもすごいし、最新ゲームも全部入ってますよ、はい、ガンダムもね、最近の最新バージョン12台入ってましたし、あと古いシューティングゲームとかもすごいいっぱいありますんで、まあ本当にゲームマニアをうならせるゲーセンなんでね、今日そこの代表チーム来てて、あ、まあ比嘉がそのチームっすよね、その今後、ね、チーム、はいはいはい、まあ、あのルパン122ってゲームセンターと、まあ、ロボットの常連たちとかが作ったチームなんかでね、はい、本当ありがとうございます、あとは、支援者いっぱいいます、あ、FCA これも影地くんがやってるスト5のコミュニティなんですけど、ほうほう、まあ、秋葉のイースクとかでいろいろイベントやってるんですけど、今回ちょっと協力しますよって言ってくれたりとか、あとお隣で、ファンタジスタさん岡山、はい、ここも超いいゲーセンなんですよ、いやどこも聞いたことは ある有名なゲーセンですね、はい、本当大島さんありがとうございます、はい、準備の方がやっとできたみたいですね、はい、まずちょベレオフビーですね、はい、はい、どこ見るかだけ決めるんでちょっと30秒だけ待ってください、これ何番筐体、2番、はい、じゃあ2番筐体スタートでいきたいと思います、掛け声も俺でいいのかな、いいっぽいよね、それではプレーオフ B 行ってみたいと思います、盛り上がっていきましょう、はい、さあスタートしました、はい、スタートボタン押してね、2番筐体見ていきましょう、2番筐体お願いします、2番筐体は男ヒューゴー対牛くんって、これ牛くん、牛くんですね、あの牛くんです、あの牛くんが落ちている、さあ、はい、でも男ヒューゴ超強いですよ、男ヒューゴも前回見た通りかなり強いヒューゴになります、さあプレーオフ B 始まりました、はい、昨日の優勝者ですね牛くん、プレクーペ優勝の立役者牛くん、牛くんのこのもう細かいなんかブロとか中足でしょうとかがもう本当に精度が高くて、はい、すごいんですよね、もともとユリアン使いとは思えない本当テクイ、テクイですよね、はい、まあ、ユリアンも難しいキャラなんですけど、ためじゃないですか、ユンってほらやっぱコマンドなんで全然違いますよね、全然違うキャラでここまで仕上げてくる、さあこれ時間稼いで、男ヒューゴーさんどこでしたっけ、和歌山だっけ、和歌山ですね、和歌山、はい、ヘル、ここジャンプ読みの、でもリープから臭かった、うわ、組体育早い、うまい、おお、最後はボディープレス、男ヒューゴが1本先取、
アギガスもあるし、これはゆくあることがかなり制限されます。うわぁ、男ヒューゴが牛くんを倒す。じゃあ一番筐体お願いします。はい、さあ遠いでいきましょう。名前分かったら教えてください。一番筐体は、はい、アックユリアンとチバッチマコトになります。チバッチマコトはもう皆さんご存知のもう黒帯の常連ですね。そうですね、山梨のエースですね。はい、チバッチマコトになります。はい、でアックイリアンはバストゥーマウスというチームの、イリアン使いになります。はい、はい、これ見た感じ海外勢のような気がします。海外勢、はい、ノースアメリカと東京の混合チームになります。なるほど、はい、海外勢のユリアンと、山梨のチバッチ。そうです、海外東京混合チーム。はい、あお抜けて、さあリードしてるのはユリアン側だが、まこと聖地ありますよ。テリブル、イリアンゲージ溜まった、もう一発打てるか。さあ下ブロ壊し成中、すいません、3番筐体お願いします。壊し成中減る。さあ3番筐体、緑の剣と白いチューンに戦ってますね。はい、はい、マイケル対マイケル担当、剣、剣が誰ですか。ユウキ剣ですかね。ユウキ、はい、さあマイケルの、はい、チュンリーとユウキさんの剣です。マイケルチュンリーはもう非常にもともとゲームが上手くてもうめっきり成長しているという。はい、はい、すいません、ね、4番筐体お願いします。はい、すいません、名前後いでいきます。筐体はイアン対滅殺野郎。はい、さあこちら滅殺野郎もかなりレジェンドですよ。レジェンドですね。古いですね。はい、そして自由が丘などでやっているイアン君ですね。はい、そうですね、イアンももう攻めが非常にキレキレなのでね。イアン対滅殺野郎、滅殺野郎もやっぱり動画映えがする。あーゼロドットまくっていく、あの暴れが強い。そうなんですよね、ヤンのやはりゲージがあるヤンだと4フレの立ち弱系からこの EX トールで押し返せると、それがディフェンス面で非常に強いですね。ここはこの空中イリアンのこのジャンプ台形、これがかなりヤン側はきつい。 EX トールをさあ生ヘッドからめくって押し込んでいく。うまい。さあ今度は滅殺野郎、これで反応しました。ファイナルラウンド、おお、なんだ今の。うわ、これこの雷撃にタックラーが当たると試合が動きます。さあタックル祭り、これはもう一枚、こう上をマニアックですね。あーこれきつい。はい、3番筐体お願いします。3番筐体は、衝動感のユンとマイケル、衝動感ユンとマイケルになります。はい、はい、衝動感ユンは、まあ北米、ヨーロッパ、アジアの海外チームですね。はい、はい、まあ、海外勢頑張ってますね。しかもラウンド取ってますよ、マイケルタンが。マイケルタンに取るってやばくないですか。そうですね、マイケルタンさかなり強いですからね。あ、ここはさすがマイケルタンですね。おお、マジでこの3ヒットを狙う。やれろ、うわ、おお、すげえ。海外勢が勝ちました。いや、いいですね。2番筐体お願いします。はい、あ、2番筐体、あ、2番筐体終わってます、ごめんなさい。1番いきましょう。あの黄色い剣、もしやロはい、スクラップ剣とチバッチマコトになります。これも両方とも超強いですよ。いや、超強いですよ。スクラップ剣両方とも超強いです。そして先ほど、はい、ちょっと映りましたチバッチマコト、はい、プレーオフ B にふさわしい、強キャラ強カード、スクラップ押していく。赤ブロー、おっと、うわ、どういう読みだ今のは。 EX 波動拳、
さあ生陣内勝ったなスクラップ、すごい。さあ4万筐体お願いします、はい、ここで情報がファイブモンスターが落ちたという、ファイブモンスター落ちた、セーラネに負けたという情報が、セーのエレナがファイブモンスター代表者誰でした、ボスを倒した。わあ、これ配信見てる人にもショッキングなニュースが、プレーオフ B でファイブモンスター敗退です。ありますねこれ。さあ滅殺野郎対、誰ですか、ロシヒカリ、ロシヒカリ、はい、いやこれもいい試合だな、滅殺野郎さっきからもう空中タックル当てまくってますね、はい、はい、さあショッキングなニュースありましたが、はい、試合の方どんどん見ていきたいと思います、はい、ロシヒカリ対滅殺野郎、ロシヒカリのすごいところはですね、大会でももう全然いつもと同じなんですよ、はいはい、それがもうすごいんですよ、完全にいつものロシヒカリです、はい、固めて入った、落ち着いている。さあババミカドがロシヒカリ投入か、なんか僕リンゴちゃん調子良かったからリンゴちゃんの可能性もあるかなと思ったんですけど、はい、やっぱ強キャラ来た時のこと考えて、そうですね、こういうキャラ来た時、はい、このセレクトなんですかね、まあ、チュンリーとかもありますし、はい、さあ滅殺野郎対ロシヒカリファイナルラウンド、あ最大入った、おっめる、あーこれ減る、減りますね、おおスパンチすごっ、おもう最強技っすよあの筋中系は、マジで、はい、2番筐体お願いします、はい、2番筐体、2番筐体もしかして、2番筐体もしかして黄色い剣が6剣合ってます、男ヒューゴーですね、6体男ヒューゴー、はい、いや6生きてました、なんとか生きてましたね、うわ出た半角の6、もうスカ角です、もう6に何か振って空振ったらもう全部陣内飛んできます、なるほど、はい、さあ男ヒューゴー、キャラ的にはだいぶ不利と言われてますが、さっき牛くんも倒してますからね男ヒューゴー、すごいっすよね、おうまいですね6、あキャラさを覆すのがクーペレーションカップですからね、さあやってしまった6、ハンマー、さあリーチか、マジか、うわ今男ヒーローすごいうまかったですね、うわ今ダイヤシナの3万筐体お願いします、ダイヤシナのを確認してからコンボ選ん技選択したっぽいですね、やばい今の、さあスタートしたばっかですねこれ、はい、誰ロシヒカリと、ロシヒカリ対、あさっきの海外の方ですよね、消防官ですね、消防官さん、消防官か、消防官、はい、消防官対ロシヒカリ、いやー海外勢見せますね、いやでも僕海外勢活躍するのめっちゃ嬉しいんですけど、いや僕嬉しいですよ主催者として、さあなんかサードストライクね日本すげえレベル高いんで、はい、なんか、ね、みんなで盛り上がってて、はい、すごい嬉しいです、おお、いやうまいしやってきますね、ただこうそれでも全然日和らずにいつも通りできるのがロシヒカリです、これバリアなんですよ、幻影陣用のバリア、これで幻影が終わりです、で通常の立ち回りは若干ヤン有利なのかっていうところでそういう戦略ですね、おおおおおっとよくあるした、うわこれこれね、うお対空しゃがみ大パンチ、はい、判定が強いんですよ、おおいや落ち着いてるな、もし落ち着いてますね、さあ幻影陣発動していく、おおすごい壊し EX、 EX を使う、あ確認うまい、さあ精鋭、さあこれは、おお一番兄弟お願いします、
さあこれ先ほどの男ヒューゴー対スクラップかな、はい、そうです、スクラップ対男ヒューゴーですね。スクラップだってかなり関西で強いって言われてますよね、かなり強いです。でも男ヒューゴーも今日名だたるプレイヤー沈めてますからね、ご覧の通り男ヒューゴーもめちゃくちゃ強いです。ゲージはマックスなので、てかプレーオフ B に、ヒューゴーで出てくる時点でもうただもんじゃないですからね。確かにもうどのキャラでも来いとそういう気持ちの表れでしょう。おっ、これですね、うますぎワロタあ、ちょっと決め打っちゃいましたね。いやよくでも夢に行った、まあでも勝負、まあ、逆転手ではあったので、ね、うん、勝負しに行きましたね、はい、さあスクラップ先生、よくガードしました。スクラップ剣フローキングも上手いですね。おー、あそこ吸いに行く、空対空、男ヒューゴはかなり勝ってますね。おー、スタンする、見せていく男、おー、やばいですね、またゲージバックです男ヒューゴ。さあどう立ち回るスクラップ、はい、すごいな、対空も、対空が、さあ地獄来るまで画面中央に一旦戻す、EX 竜巻、ね、うまっ、ぜーた、これは遅らせですね、ハンマーマウンテンから、はい、置き攻めは EX 昇竜で切り返していく、おっ、さあかかと陣内、さあまだ残ってる、よく反応した、おー、さあどうなる、スクラップしのぎました男ヒューゴー、あとわずかでしたが、いやすごかった、すごかったっすね、いやあの台足すからせるところまでもおそらく事前に研究してあったんでしょうね。うーん、そうです、あそこであのシュートをすかると向こうが台足してきたら絶対つかるっていうのを多分知識的にもあらかじめ持っていて、はい、でもう一発勝負でやってのけたっていう感じに見えました。なるほどね、はい、いやでも男ヒューゴー見せるだけ見せて消えてきましたね。そうですね、いやいやそうかった、ユンとかケンとかもろともせず戦ってましたね、はい、スクラップ強かったですね、強かった、安定し、はい、感ありましたね、あれやられた後にちゃんと勝ち切りましたからね、うん、ダッシュかかととかも結構ズーズーしい選択肢なんだけど、ね、はい、やっぱもう勝負かけるしかないところではどんどん試合動かしに来ましたもんね。特にその人間性能高い系のヒューゴを相手にやっぱりかかとみたいな中段を振るのって怖いと思うんですよね。結構ね、乱れてんじゃないかってめちゃくちゃ怖いと思うんですけど、そこちゃんと打ち切って勇気を持った、そう、うん、選択ですよね、試合にヒットさせに行くと強い心です。いやスクラップさん、お見事でした、お見事です、はい、さあ今半分の結果来るんでちょっとお待ちください、もう来る、あ、もう来る、はい、あ、はい、もう片方は4モだとデルンが戦っていると、それ配信外ですよね、はい、配信の筐体のデータ欲しいです。あ、じゃあこれいきましょう、一番筐体お願いします、はい、一番筐体ロシヒカリ対、スクラップのこれが左側の最後ですね、はい、はい、左側最後準決勝になります、まあ、視聴者に左側っつってもあれですけどすいません、はい、トーナメント表のって意味です、 ですね、はい、はい、さあ先ほど安定した活躍をしていたスクラップ&ロシヒカリの対決、これはかなり玄人好みの対決のよ、そうですね、気がします、はい、スクラップ対ロシヒカリ、2のサードプレイヤーが見たいカードですね。そうです、2向けです、かなり。お、うまい反撃だ。これ。渋い。渋いな。さあ、お互い立ち回り丁寧にいきます。旋風脚、旋風脚と中段見せていく。かかと陣内、ノーキャンセルです。さあ、かかとかかと。大会のかかとやばいですね、立てないですね、
その後の陣内もめっちゃ減りますからね。もう出た、地獄グリルマンが強い。投げはめ、マジか。さあ精鋭発動、さあどこに減らせるか。これですよね。はい、押しのいだスクラップ、これはさあスクラップ系勝利。かかと、かかとスクラップ券決勝進出。カメラで向こう行けないっすよね、人すごくて。終わった。ヨモダ、お、デルンとの死闘を繰り広げて勝ったのがヨモダ。ヨモダちょっと配信会の筐体でヨモダ対デルンっていうすごい熱いカードあったらしいですけど、勝ったのがヨモダ、はい、ということですね。ということで、じゃあ沖縄チームもここで敗退と、はい、いやーなんかもったいない、もったいない人たちがいっぱいいなくなっちゃいましたね。非常に濃厚な時間でしたですけれども、ね、はい、まあちょっと今カメラマンさんに、言ってもらおうかと思いましたけどね、はい、終わったっていう データが来ましたんで、はい、間に合いませんでした、はい、さあじゃあ、一番筐体配信筐体ですね、ここでやってもらいたいですが、これがヨモダ対スクラップ、はい、スクラップ、はい、決勝ですね。さあ決勝戦、プレーオフの決勝戦ですよ、はい、皆さん勝った方が決勝トーナメント行き、スクラップ VS ヨモダ行ってみましょう。いやしかもこの超いいカードになりましたね。僕もこれ大好きなカードですね、どっちが有利かわからない、はい、お互い5分ぐらいって言ってますもんね、めっちゃいい試合ですこれ。めっちゃいい勝負です。さあまず開幕地獄車仕掛けていったのはスクラップ、素晴らしい。さあヨモダどう出る、台形コークダート 1,2,3 ストレートショートスイング、前半のあの展開からまくりましたヨモダ、ボクサーっぽい立ち回り。さあリーチをかけていったのはヨモダ、屋根からコークにつないで遅らせ、カニからのヨモダのプレッシャーがリープ決勝トーナメント進出を決めたのはヨモダ。カプセル D 永山が最後の決勝トーナメント進出を決めました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやーまあ敗者復活戦にふさわしい名勝負でしたね。すごいスクラップ君、ちょっと決勝だけちょっと硬かったね。そうですね、もうヨモダがはまらせた感じですね。もうはい、はい、まあチーム的にもね、どっちが上がっても決勝トーナメントを戦える内容のチームが ね、そうですね、決勝戦やってくれたんで、はい、すごい面白かったですけど、はい、まあ、一番意外だったのがファイブモンスターが落ちたことかな。そうですね、いや厳しい。ファイブモンスターを倒したセレナもやはりもう途中で消えてしまう。さあ皆さんパワーポイント出てるのがファイナリストベスト8に進出した8チームです。盛大な拍手お願いします。この8チーム、さあこの後ね、入場とか抽選じゃなくて K1 とか K1 ですね、いろいろありますけどね、はい、あでもゲームセンターの名前のチームが3つも入ってて嬉しいな。こういうのいいですよね、はい、ゲームセンター背負うという、ビッグワンとバーサスと、カプセル長山ですね。 D 長山の D は D さんが入ってるからでしょ。そういうことですね、うん、だからカプセル長山ですもんね、はい、で神奈川もこれ一応、まあ、ゲーセン名ではないけどエリアですからね。そうそう神奈川でちゃんと組んでるし、はい、部部はこれうまいもん食うだけのサークルでしたっけ。そうですね、ただの友達みたいな感じではい。ああコンセプトは地域とかそういうのないですか。地域はないです。ただもうつるんでるんで、ブヒブっていうあの一緒にご飯行く、だから飯食いに行くだけでしょ。飯食いだけです。 飯食いに行くだけですけど、はい、3回くらい行ったそして僕が一番嬉しいのが右上です。はい、海外のチームが決勝トーナメント初進出、これは嬉しい、はい、いやマジ
あ、明大前もゲーセンですしね、はい、え、これなんて読むの、明大前ぽんよ、明大前ぽんよ、フレンズ、フレンズ、はい、モンテ、モンテ、これでモンテって読むの、あの、まあまあ、友達たちってことか、あー、ゲームセンターのチームなんだけど、はい、これでモンテカルロって読まないよね俺びっくりしちゃったよ、やばいですね、モンテカルロのチームね、友達だよってことです、まあ、友達、目玉の友達ですよっていう、そうそうそう、はい、って考えるとやっぱこれみんなさ、チーム戦だよね、マジで、ガチンコチーム戦ですよね、あ、地域対抗戦として始まったクープレーションカップにふさわしい8チーム、そうですね、このそうですね、アメリカのチームはマジで応援したいな、いや本当にロスバトスロッコスって読むのかな、なんかおしゃれですよね、ロスバト、はい、うん、ちょっと読みにくいですけど、はい、でもぜひとも頑張ってもらいたいな、確かに読めないチームが来たのが嬉しいじゃないですか、やっぱりそうですね、はい、あとこの中でね、はい、でエリアというわけではないんですけれども、やはりちょっと異色を話すのがドリームですかね、この中だと、まあドリームはエリアも減ったわけでもないでしょ、減ったわけでもないですかこれまあでもタレント集団はやっぱ毎年いますから、そうですね、うん、巨人軍って言いますか、はい、メジャーリーガーと言いますか、はい、もうこのトッププレイヤーの集合体ですよね、弟子剣、灰谷、一世、大貫と健三、はい、情報によると一世がまだ出てないというね、あ、じゃあそれ俺たち挨拶してそっち行っちゃっていい、はい、ってマイクで入っちゃってますけどね、すいませんでした、あれあれこの後ちょっと休憩した後に、はい、いろんな告知 V だったり、決勝トーナメント入場、何かあと K1 方式抽選会なんかありますのでね、そちら、何分後スタートですか、何分後、さん何分後スタートですかね、太平、はい、じゃあこの後ですね、今から10分ほど休憩の後ね、そういう決勝トーナメント関連の、後半戦スタートしますので、はい、皆さん、ジュースでも飲んでね、ちょっとレッドブルでも飲んで、レッドブルでも飲んで、飲んで10分間10分15分ほどお待ちください、はい、進行は松田とルシファーでしたありがとうございます、お疲れ様でした、ピって言ったのが面白かったね、
はい、それではですね、今日クーペレーションカップにご協賛いただいている無敵時間さんからのお知らせがありますので、ちょっとこちらを ご覧ください。無敵時間、それはゲームから生まれた概念であり、現実の誰にでも訪れる特別な時間。楽しんでいるとき、夢中になっているとき、癒されているとき、困難に立ち向かっているとき、そして自分を追い込んでいるとき、あなたには何者にも負けない無敵時間が流れている。